ニコニコ生放送をご覧の皆様こんばんは。本日はマンスタリーグシーズン7第9節の模様をお送りいたします。実況は私、急遽夏目チーが務めさせていただきます。よろしくお願いします。急遽来ました。はい、じゃあ本日の解説はこのお二人にお願いしております。はじめに、はい、はい、皆さんこんばんは。麻雀連合の小林吾です。久しぶりに帰ってまいりまして、8月はなんと4回休んじゃいました何してたんですか？ね、いろんなものに出てました。あら、やっぱりここに戻ってこれてよかったです今日はですね、アクシデントにより下石さんと2人で実況解説になるんじゃないかと大変心配してたんですが、夏目さんが来てくれたんでよかったです。そして私のちょっといない間にね、なんかポイントが大きく動いたようでね。そうです、圧勝かと思っていた矢島チームがなんと福田チームに逆転されてるんですね。福田チームが現在首位と。そして誰かのチームが遠い世界に行ってしまったチーム戦ももう今日でそろそろ半分ぐらい進んでるんでしょうかね。初の試みですが、最下位チームがどうなるのか、そこら辺も見ながら解説していきたいと思います。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、続きましてこの方です。はい、はい、皆さんこんばんは。日本プロ麻雀協会の下石劇です。今日はちょっと解説で邪魔出させていただくことになりました。ちょっとね、僕の所属する団体、まあ協会なんですけど、ちょっと協会びいきな解説になっちゃうかもしれないんですが、そこだけはちょっとお願いしますいいぞ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 、それでいこう。以上です。はい、ありがとうございます。いや、今日は厳しくいきましょうね協会の方には厳しくいきましょうはい、それではここでマンスターリーグのルールを確認しておきましょう。現在放送画面に表示されているルール表をご覧ください。トンプー戦、ありあり、赤襟となっています。全部でトンプー5回戦、最後の1回戦は特殊ルールを適用してのエキシビジョンマッチになっております。参加している選手たちはそれぞれ都合のいい日に対局へ参加し、半年ごとの個人成績とチーム成績を争っていくことになります。はい、それでは今回の対局に参加する4人の選手の皆さんに意気込みなどを聞いていきたいと思います。はじめに吉田プロ、お願いします。はい、皆さんこんばんは。日本プロ麻雀協会の吉田元成です。僕は矢島チームに所属してるんですけど、なんかいつの間にか逆転されてしまってるみたいで、今日水木さんを倒して、まあ、1位に返り咲こうかなと思ってます。よろしくお願いします。はい続きまして松島プロ、お願いします。はい、日本プロ麻雀協会の松島桃です。うちの松島チームはですね、なんかなんだろう、なんかまだ空気のような成績になってるらしいので、今回は突き抜けたいと思います。上か下かは分かりません。でも下石さんが協会びいきって言ってるんで、きっとひいきしてくれると思いますね。はい、ね、みんな協会なんですよ。うん、知ってたはい、頑張ります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ続いて水木プロ、お願いします。はい、皆さんこんばんは。日本プロ麻雀協会の水木恵里です。私は福田チームなので今トップ目ということで、今日はさらに差を広げたいなと思ってます。頑張ります。よろしくお願いします。はい、続きまして、うん、キムプロです。皆さんこんばんは。日本プロ麻雀協会のキムデヒョンです。久しぶりのマーチャオにマースターになるんですけど、久しぶりすぎてちょっと噛みましたね。まあ最近、先週から、先週はスリアドチャンネルで女流ジャン王の女流ジャン王 A リーグの実況をして、でもその時にね、もう誰誰とかっていうコメントがよく流れていて、ちょっと今日はね、僕の存在感を見せつけてやろうかと思ってますんで、まあ溝江チームがかなり危ないっていうことですけど、まあ、マースターリーグを面白くするために今日はやってきましたよ。溝井チームがどうなったら面白いとかいうのはね、ちょっとあれですね。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。じゃあそれでは解説のお二人は準備をお願いします。はい、失礼します。はい、はい、あ、あれ、あれ、あれ、くるっくるっくるっ
りますか。やりますか。よし、こう。いいですか。それでは皆さん、うん、準備はよろしいでしょうか。はい、おお。それでは早速第1回戦開始してください。よろしくお願いします。でしょうか、久しぶりに放送室に戻ってまいりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。おかえりなさい。キム太った？いや、あんまり太ってないんじゃないですかね。むしろ痩せてます。もう始まりましたね。問答ね、ありがとうございます。はい、問答の予選などいろいろやっておりまして、おめでとうございます。バカ好きで何でも積もってみんながいろんな技を見せる中、私一人にカンちゃんを積もり続けて優勝しました。え、音が入ってない。あれ、ちょっとマイク近づけます。天保明治戦おめ…いや、天保明治戦ではおめでたいことはなかったです。音が小さい。なんだろうな。下石さんの声は入ってます？入ってますか。 OK、 大丈夫ですかね。ラスト、ね、OK、 ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。お願いします。久しぶりの実況。え、もうドラウーピンです。はい、もう誰かが早速吉田が初を仕掛けてますね。はい、そして松島が、はい、こちらイシャンテンですね。今日二人のやり取りを見たいのはちょっとあったんですよ。はい、こう2人だけでっていうこと。そう。この2人だけだとあんまり話すことないですね。そうですか。そうですかね。え、でもすごい喋るって下井さんがさっき。そうですね。そうです。僕は麻雀の話は全くできないんで、それ以外の話だったら何でも喋れるんですけどね。なんで言うの、それ。これは期待しましょうかね。それ言う、それ。はい、言います。どうしたなっけ。むしろ下井氏音なくていいかも。こんなひどい人に。辛いです。え、どうですか、麻雀の方は。さて、あ、テンパりましたね。はい、水木がテンパり。リアムソ待ち。二人の仕掛けに対してどうするか。リーチ、そしてリーチです。リーチ。リーチのみの両面待ち。はい、リアムパーソー。リアムパーソー？リアムソーです。失礼しました。山に4枚ですね。そうですね。2枚ずつ。そうですね。ありがとうございます。静かだと思ったら数えてましたね。必死に数えてましたね。さあ、キムの手に1枚いきまして、吉田がさあ、イーシャンテンの吉田は安全牌も少ないのでしばらく行きますかね。え、これ久しぶりに来たんです、この席に。はい、わからないっす。あ、え、あ、リャウソがここに来た。キムさん出ますね。もう出ますかね。あ、リャンソー、リャンソーギリリーチになりそうですね。はい、エア劇。空気のように。はい。空気のように解説します。さあ、キムがレアンワンで止まってます。あ、回った。これで出なくなりましたね。さすがにリャンソー切りづらいですからね。8、6切ってますからね、その図の。水木さんがね、はい、ね、はい、からの、そう、その先が聞きたいんだ。その先が、なんと、お、すごい、お使い切った。そして吉田がその三層に声をかけてパーピン。カンオピン、ドラマチ。ドラマチ、そしてドラがここにいっぱいありますね。リャンソー厳しくなりましたね。まあ、カンオピンも結構厳しいですが。ウーピン2枚いますよ。意外と言います。はい。ニヤマです。ニヤウソ1枚。ウソ1枚ぐらいになってるでしょ。そうですね、ウソ1枚だけ。あ、さあ、押すか。どっちか。あ、今、スソが通ったので、パーソーも現物なんで、どっちもいけそうですね。実は、チーソー短期が一番強いんじゃないですか。チーソー、そうですね。チーソーも山に2枚か。お、さあ、キムは、さすがにみんなの推しを見てまっすぐはいけないですかね。でもウーワンが切れてて松島が切ってるんですね。そうですね、まあ吉田に対しては通ってないのかな、うん、さあ、チーソー、これどうでしょうね。
ありますよこれ。お、来い。来い来い。電話を切るかチーソーを切るか。うん、来ましたね。裾が通ってて。パーソーが3枚目。はい。松島、チュンドラドラ赤。1万2000点の出上がりです。キンシャーン。リーチには確かにかなり通りそうなんですよね。そうですね。8、6と切っていて4も通ったので、カンチーソーのケースもかなり少ないですね。またみぞえチームあかんやん。あ、そうか、キムは今日みぞえチームの助っ人として来てるんですが、またリャンソーを抑えたせいで、そうですね、おリャンソー止めたの素晴らしかったというコメントがついてますね。確かに、うん、1300の当たり入ってで1万2000を補充10倍になりましたね。10倍です。トンの1曲は1本まです。トラはスーピン、親は引き続き松島です。松島さんいいですね。え、水江チーム呪われてるんですって。呪われてるんですか。呪われてるんですって。ゴーさん呪われてるってちょっと私解読できないんですけど、ね、何を言ってるんですかね。このやり取りがしたかったんです。今のはチーソー切りがぬるいわけではなく呪われてるんですね。そう、呪われてるんですって。あ、じゃあしょうがないですね。バッサリ。お、松島がいいですね。水江3点。三原さんの呪いがこんなところに、溝井チームにも。それはどういったものですか。よくわかんないです。まあ確かに溝井さんの番組に最近三原さん出てましたね。その影響がある。あ、出てたんですか。ええ、溝井さんの番組に。溝井さんの番組お悩み相談に出てました、ね、リンリンのリンリンのお悩み相談に、ね、三原さんが出てましたね。あら、そのせいで溝井チームに何かが。私も出たことありますよ。リンリンのお悩み相談室。相談したんですか。いや、解決したんですよ。解決する側ですよ。あ、解決する側、はい、ナース服着て出てました。はい、吉田が急走をポンして、これ次パーソーも出るんじゃないですか、これ。そう、松島がパーソー短期からサブローソーに受け替え、キンファカドラの転売ですね。はい、そしてそのパーソーを吉田がポン、スッチーピンの転売です。お、3色、高め3色になって、あ、リーチに行きましたね。もう吉田も2つ仕掛けているし、もう自分のローワンもまあまあ早く切ってるので、スチーはもうそんなにダメではないと。さあ、キムはイーシャンテンでピンズを押せるか、押しましたね。頑張れ。これでローワンが3枚出たのでチーワンかなり良くなりましたね。残り4枚ですね。高めのスーワンが3枚残っている、はい、ただ出やすいのはチーワンの方ですね。ローワン3枚見えてます。スーチーピンはどうですか。スーチーピンはスーチ、高めを積もった、来た来た来た、積もりました。リーチ、ツモ、ピンフ、3色、赤、ドラ、6000は6100オールのツモ上がりです。さすがキャプテン。さすがです。これはまた面白い。そうですね、今期個人戦では松島もちょっとプラスで、まだまだ個人優勝はありますからね。チーム優勝ももちろんあります。ありますね。入会ありがとうございます。つよ昆布、よろ昆布というコメントがついてますね。なんかネーミングセンス高いですよね。みんなね。皆さんすごい。よろ昆布はちょっと面白いですね。よろ昆布。よろ昆布はちょっとうまい。確かに。昆布ネタが続きますね。昆布ネタ。ゴーさんは昆布食べたんですか。食べてないんですよ。いつか食べてみたいんですけどね。食べてみたいんですか。ええ、ちょっとだけ。そうっすよね。まだまだ1個はちょっといらないかもしれない。一口だけちょっと気になりますよね。確かに。さあ、トンの1曲2本場です。ドラはイーピン。あれっておせち料理のなんかで作ったんでしょ。そう、テーマが確かなんかおせち料理がテーマで。あ、年始からそんなの食べたことないですね。よし、今年頑張るぞっつって。そうです。で、ベーコン、ベーコン。あ、あ、キムさんがイーシャンテン、はい、一通のイーシャンテンになってました。下石さん首位ですか。
え？下井さん首位やろ確かって。あーリーグ戦がね。え、リーグ戦首位なんですか？なんと。B2 リーグ。B2 リーグ首位。圧倒的首位です。圧倒的首位。なんと。来年は B1 リーグで。そうですね。キムさん。キムさんと。キムさんと同じリーグで。同じリーグになるかもしれないですけど。キムさんは今のところ A ですよね。今のところ A ですね。危ないんですか。え、危ないんですか。え、4回ぐらいラス引いたらあるんじゃないですかね。4回中。4回中4回ラス引いたら。もしかしたら。ありますね、それ、はい。あの顔文字が出てきますね。あの顔文字が。さあ、キムいいシャンテン。吉田もいいシャンテン。そうですね。松島さんはちょっと厳しいですね。厳しい。今回は。水木もいいシャンテンですね。E1 を先に切るか迷ってますね。いいシャンテン3人。うん、キムが一番広いですかね。あ、吉田がテンパイ。テンパイ。役なし具形になってしまったやつですね。まあ、ドライチで。前順の3ピン切りが。あ、吉田リーチ行きましたね。リーチドライチ。カンウーピン。まあ、ピンズの手代わりもそんなにないんでね、うん、これはリーチでいいと思いますね。残り3枚です。さあ、松島もイーシャンテンになりましたが、安全牌が急走と G1、 ウーワンぐらい押そうかと考えてるんですかね。後々の安全度とかも考えてるんじゃないですか。 G1 は水木さんの安全牌でもあるんで押しましたね。すいません。まあ、G1 が3枚見えてるんでムーワンが比較的押しやすいんですね。ワンチャンスで。ただその最後の1枚のチーワンが自分に来ないと厳しいので。さあ、キムテンパイです。これは、あ、現物の老朽層ダマだよ。ダマ6と9両方現物なんでね、これはラス目で点数が欲しいとはいえ、あ、これ危ないですよ。あ、ムーワンが通ったからパワー1、キューワンも通りそうなんですね。キムも通ってますね。あれ、キムも通ってます。そしてキムは合わせ打ちがないと見てリーチに踏み切るか。あ、でもこれで高め、ダマテンでも高め漫画になりましたね。しかも現物のパワーを切って降りてるように見える。ドキドキ。さあ、水木関数ピンを入れて、ね、ローワンを押せるか、いきますね、これは。テンパイ、ウッパス砲のテンパイでリーチです。キムもここはつもぎりをかけきますね。当たりです。あ、当たる。あ、なんと。なんと。リーチ。ドライチ。これは吉田さん嬉しいですね。ホッとしますよね。そうですね。三件。この町で三件リーチは厳しいですね。今のが2600は3200の上がりですね。はい、さあ、キムの点数は残り3700です。終わった。終わったですよ。ホソヒョンさんね。飛んじゃう飛んじゃう。さあ、トンの2曲、トン2曲、親は水木、ドラパーピンです。キム軽くなったから飛びそう。うまい。軽くなったと言ってもそこそこありますからね。結構まだ今日いる中で一番重い。普通よりはありますからね。あ、でも村上純より軽くなったみたいなことを言ってましたね。ああ、言ってました。確かに。なんか最近、ね、そう、アルガさんは結構今重めですよね。重めってなんですか。重めですよね。成長してますか。はい、日々成長。日々成長は大事だと思うのです。いいように言いますね。はい。怒られるかな。いいところを引いていいシャンテン、ドライのパーピンを切ると手広いが、そうですね、打点がちょっと違いますからね。とか吉田はもう3900とか5200とかでキムを飛ばす方向で考えてますからね。トップはちょっと厳しいのでドラを2枚使ってキムを飛ばす方向か。これはリーチですね。はい、吉田リーチピンフドライチニャンソのテンパイでリーチです。ん、誇り5枚？ニャンソー結構いますね。残り5枚ですね。残り5枚ですね。ニャンソー3枚、ウソー2枚。いい街ですね。ニャンソーいい街ですよね。
はい、いい街です。あ、表示の親表示が違いますね。今親は水木ですね。はい、今画面のあの黄色い、はい、はい、そうなんシャーペが違います。親が水木で、なんちゃがキム、シャーチャが吉田ですね。そうですね、天下目に映ってる黄色いマークが親ですね。あ、そうですね。そして水木がダブトンをポンします。いいシャーテン。さあキムがリャンソーを掴んで、ここはもう厳しいですね。トラ、水木としてはこのままだとキムが飛んで自分は3着で終わってしまうのでいきますよね、ある程度は。んドラも表示牌になってる。あ、本当だ。なんとドラはパーピンです。ドラパーピンです。はい、すいません、皆様だいたい違う確かにだいたい違いました。ドラは綱川そんなのありましたっけドラは鈴木太郎は聞いたことありますけど、ね、どういうことですか、ドラは鈴木太郎って。なんか間違えたんですね。間違えた、親とドラを言い間違えてる。との一曲、ドラは鈴木太郎っていう方がいるんですね。ドラみたいなもんですよね、でも鈴木太郎さんも。え、どういうことですか、持ってたら偉いってことですか。そうですね説明は難しいですけど、強そう、確かに強そうです。いいな、存在がドラってどうすか。キムの連想が危ないですが、とりあえずなんですね、キューピンにくっついたらどうなるか。リャンソーはまだ残ってますよね。残り3枚3枚います。松島はしっかり降りたいが、下茶の親がダブトンをポンしているのでちょっと考えてましたねキューピンにドラのパーピンがくっついたが、つもぎり。もうあと2枚ぐらいですか、リャンソーが。リャンソー、リャンソー危ない、とりあえずキューピンか山になくても上がれちゃいますよ。お、チーム、あ、もう行かないですね。これは流局に、あとは水木が転廃できるか、ちょっと厳しいですね、ここも、うん、ペン三品が残り1枚ない。ペン三品、缶三品ですかね。缶三品、缶三品がもうないので、うん、どうなんだろう。ただ現物なので、それを松島が絞り切れれば親の転廃はありませんね。ただ松島の手が詰まると三品を泣かせてしまうかもしれませんね。終盤、水木はちょっとこれね、転廃はきついですね。リャンソー来たーそんな来たーっていうようなもんでしょうキムの復活があるか、いや順目的にちょっときついですねさあ水木もこれで両ピンもローピンも切れない。ん、手の内全部危険牌ですか。全部無筋になりましたかね。そうですね。あ、これはなんとスチソー打つよりは嘘で二巡しのぐ、はい、ワンチャンスのパーソン筋、リーチ、ピンフ、ドラ、裏パーピンが乗って、これは厳しいけどしょうがないですね。はい、8000点の上がりとなりました。パーソーが通ってて、スーソーが3枚見えてるんでね、うん、で二巡しのげるということで嘘に手をかけました。嘘とチーソーの、まああれですか。いや、スチソーはかなり危なかったんで、うん、自分から二巡しのぐであれば嘘の方がいいですね。パーソーが通ってて、スーソーが3枚持ち、ワンチャンスみたいな。確かに、ありがとうございます。ドラが3万、トンの3曲、はい、親はキム、ドラ3万です。
さあ、夏目じゃない、名前瑞希と、はい、夏目じゃなかった瑞希とキムが近づいちゃいましたね。郷さんでもあるんですね、そんなことが間違えることでもあるんですね。だって郷さん、いつも間違えてます。郷さんだって人の子ですよ。毎回マンスタに出るたんびに郷さんの喜怒哀楽をどう表に出そうかっていうふうに奮起してます私。もう全然出てこないんですよ、ね、郷さんの両親とか見てみたいですけどね。両親、兄弟とかいるんですか。兄弟いますね。渋った渋りましたよ。しかもさっき電話かかってきました。え、兄弟の兄弟から弟っすか。兄がいるんです。兄電話番号登録してなかったんで誰かと思いましたけどね。そんな仲良くないですね。アトムかっつって分かんないです。もしかしたら聞いちゃいけないことを聞いているのかもしれないですけど、我々本当に、はい。瑞希が関連品を C、ハックバックの、はい、コバルトだったの。なんかコメントがよくわからない方向になってますけど。コバゴとコバルトってことですね。まあ、確かに。アトムのお兄ちゃんがコバルトっていう名前なんですか。そうなんですか。知らなかった。確かに。妹ならウランちゃんになるのか。すごいな。全然知らんし。すごいな。みんなすごいな。小林さんにお兄ちゃんがいたとはね。いやもうそれだけで今日すごい収穫ですよ。今日来た回がねありました。小林一、小林二、小林三、小林四、小林五っていうそういう書き方もございますが、末っ子疑惑ですよこれ。お兄ちゃん小林四さんではないですか。小林さん、小林二ですか、二号ですか。よくわかんないです。郷さん二号機ですか。郷さん二号機らしいですね。麻雀はどうですか。麻雀の方は、麻雀はドラが3万、キムがテンパイしました。1、2、1、はい。吉田はちょっと厳しいですね。キルハイが現物がパーマンとかリャンソー、もうメンツ壊すしかないからですね。パーマンとリャンソー、シマもリャンシャンってんでちょっと行きづらい。現物の連想をつまんで、そうですね。水木は筋の赤馬ですね。七の残り4枚。お4枚数えてたんですね、今。数えてました。この順目の4枚はそこそこですね。かなりいいですね。あれ違いました。まあいい方です。まあ、かなりは言い過ぎですね。ね、はい、はい、まあ、どこにいるかわからないですからね。普通このぐらいの順目だと両面は3枚ぐらい残ってるんで、まあ、ちょっといい感じですね。いい感じだそうです。お、9万ぐらいはいきましたね。9万筋の割に2枚見えてる。3枚目の9万ぐらいは、あ、キム積もりました。リーチ積も、やめて、ウラドラウーピン、渋ってますね。ペーでした。ウラドラペーは乗りません。1000オールです。ただこれで水木とほぼ並びですね。はい、頑張れ。1200点差になりました。キムさん頑張れ。吉田さんにとっては嬉しい上がりじゃないですか。あ、ね、水木倒すって言ってましたね。そうですね。あ、そうですね。並び順、うん、矢島チーム対福田チーム。実は個人戦でも水木が2位で吉田が5位となってるんですね。あ、なんと、そこも接戦。今のところ1位が中山、2位が水木となってます。そうです、この前すごかった。中山です。中山ゆり、新人中山ゆり子さんが、さすがです。松島チームのエース。新たなエース誕生の。
お、吉田さんいいシャンテン。いいシャンテン。セミズキもカンリャンピンが余って。ドラドラのリャンシャンテンですね。トン三曲。あ、忘れてました。トン三曲。すいません。はい、親はキムドライーピンです。松島もいいシャンテン。いいですね。なんか。今回は、はい、みんな良さそうですね。割と皆さん、キムさんのハグとね、吉田さんのハグがもちもちなんですね。確かに。それだけなんですけどね。なるとこれ2人とも仕掛けて2人とも上がれなくなるやつじゃないですか。なんか仕掛けそうな手格好に見えるんですが、あ、まあ吉田は面前で先輩しますかね。これキム、キムさんのは仕掛けたいですね。まもなくポンチそう。あ、これチートイスのイーシャンテに取るか。ただメンツテネがかなり広いんで、そうですね、ヤンワン、ヤンワンですね。空切り松島もかなり手広いシャンテンですね。キムはここから一つ仕掛けてしまうともう上がりは厳しいです。宝珠までありますね。そうですね。なんと、お、松島が、松島、これ赤ウソからのパーソーギリリーチ。これはパーソーが関連してますよというやつですね。あ、キムが動きました。はい、カンパーピン、ホッチ、あ、でもリーチ、リーチ受けてからやったらもしかしたらハク、あ、統一落としがあるか。ハクよりはペー切るんじゃないですかね。切る、まずは一枚切れのペー切るですね。あ、イーシャンテンイジの現物のウソギリ、松島がリーチ、ピーフ、赤イチでリーチしています。ロー9番どうですか。ロー9番はバニ2枚、残り4枚です。手配に2枚、はい、残り4枚、はい、はい、ありがとうございます。そして9万みんな使いづらいですからね。そして吉田がペーをあんこにしてスチーソー吐く。これキム大丈夫ですか。これ、ね、大丈夫ですか。これ、ね、どうなんですか。これ楽しみにしてたんです僕は。あ、来ました、キム。あ、でもこれは一気通貫で、あ、一通、あ、一通見せてます、見せてます。で、吐くを切っちゃう。両天秤にするか。あ、お、三層からいった。はははは、あ、そうか、両天秤ですね。松島さんに急走はかなり切りにくいから、そうですね、赤ウソパーソーっていう切り順なんで、老朽層はかなり切りづらいけど、三郎層はかなり切りやすい、切りやすいですね。七層吐くは数層が、スチーソー結構残ってますかね。3枚ぐらいですか。いや、スーソーがあと1枚とチーソー1枚、チーソーが2枚、お、1枚確定。嬉しそうだ、なんか。あ、確定しました。パオ、パオですよ、パオ、パオですよ。もう分かった分かった、分かりました。9層パックの3本でテンパイです。これね、でも高く見えますね。急走があと2枚いるんですよね。急走2枚いますね。います。これ高く、日球は残忍ですね。本一一通とか鎮一一通に見えますが。いけいけ。あとこの松島のこの手なんですが、トップ目だからリーチをしないっていう人もいるかもしれませんが、これはね、もうトップがほぼ決まってるので、点数を稼ぎに行くリーチでいいと思います。もう宝珠も気にすることなく、そうですね、8000ぐらい打っても大丈夫ですよね。まあ、吉田に打っちゃうとちょっと厳しい。それでもまだトップ目ですからね。あれ、急走が、さあ、ローソーが通った。これで急走は誰も持ってないんです。水木が掴んでも出るかもしれないですね。あ、あれれれれ、老朽はどこ行きました。老朽はもう急走もありますよね。いや、老朽はがまだ変わらないんです。老朽はまだ4枚います。います、さすがに4枚勝つでしょ。いました、あ、いましたね。松島リーチ、いつもピンフ、赤イチ、裏ドラ、チュンは乗りません。1300、2600は1400、2700のつも上がりとなりました。はいはい、
強い、うん、強昆布コメントが出てます。強昆布よろ昆布ももさん強昆布です。ももさん強昆布なんですよ。強昆布です本当に、はい、今日ね夕刊富士の開会式でお二人と一緒だったんですけど、うん、はいはいはい、もうね会場の雰囲気がもうすごかったです。え会場の雰囲気がお二人、はい、うん、お二人はあんまり関係なく、いやもう、はい、なんて言うんですか、女流プロ100人ぐらいいる感じです。ああそんなにね、うわ気使いますね。まあそう結構大ベテランもいますもんね。大先輩もいます。大先輩もいました。夏目さん結構後輩側のねあれだから、結構ってかもうだいぶ結構気使うやつね。でももう2人に癒されてきましたよ私は。はっ、あっ、ももさんみたいな感じ、水木さんみたいな。なんかイメージできますね。そうや、そうでしょ、そうなんですよ。中山由里子とガクブルしてました。中山由里子はガクブルしないでしょ。いやいや、そんなことないですよ。あ、本当ですか、うん、緊張してましたよ。下石激子は出場しないのって書いてありますけど。そんな人いるんですか。福田聖子じゃないんだから。松島イーシャンテン。もうすでにイーシャンテンです。水木もイーシャンテンですね。はい、水木もイーシャンテン。水木の方が仕掛けられるのでちょっと有利ですね。さあこのオーラス、親は吉田、ね、ドラ9層です、はい、はい。松島が61,800点、そして水木が6500点、キムが4000点、そして吉田が27,700点、うんうんうん、となってます。もう吉田はもう2着、そうですね2着でいいですね。で松島がリーチです。リーチですね。あ、リーチ、リーチ、はい、土地層の天敗でリーチです。これ水木から出ても上がるんですよね。もちろん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 だと思います。もちろんトータルトップのチームのパーソーチーさあ どっちに行けるか。現物の赤ウピンを切って3ピンと白の町ですね。はい、役牌のシャンを仕掛けてます。キムと水木が2500点差でリーチ棒が出たのでキムもリーチドライチで3着浮上なんですよね、うん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 、だから押したいところではありますが現物のパーソー、はい、これキムさんからリーチとか受けたら松島さん見逃すとかないんですか。水木さんをラスに落とすために、いやもう喜んで上がる、あ喜んで上がりますかね。さすがに喜んぶで上がりますか、うん、喜んぶ強昆布ですか。はい、すいません。合計何節あるんでしたっけ。7節です。7節、うん、ん7節じゃないな。何の話、マースターの話、マースターです。あれマースター何節ですか。マースターもっとありますね。20ぐらいありますね。20ぐらいだから今半分ぐらいってことですね。そうですね、はい、基本だいたい毎週やってて半年で1シーズンなんで、ね、今日第9節で、あ、まあ、松島上がりましたね。あ、吉田から出ました。はい、リーチ裏ドラ Q1 が乗りました。リーチ裏一です、うん、2600の上がりとなりまして松島がトップで終了です。よし、はい、松島64000、大きなトップですね。これで70で、これでかいですね。あ、トータル2着までいきましたね。すごい強コンボ。あ、個人成績が、個人成績が2着まで、はい、チーム的にはもプラス100まで、100までいきましたね。これはそして溝井チームがこれは500を超えたかな。テヘペロ、キムさんテヘペロです。まだ、あ、497ポイントぐらいましたね。もうカウントダウンは始まってますよ。こう罰ゲームってあるんですか。罰ゲームなんか考えてるらしいという、あちゃー、まあみんなで考えましょうかね。はい、もうそろそろもう考えといてね。投了制度は認められてるんですかね。投了制度どうなんですか。白旗あげたらいい。だってこれ490で松島チームが100なんで、はい、3位と600ぐらい違うんです。そうですね、600違うんです。すごい、すごかったんです。残り10節、残り12節ぐらいあるとすると、しかもなんですけど、溝江さんと夏目でマイナス450ぐらい出してるんですよ。これ本当に
ちょっと個人トータルを見せましょう。そうそう、個人と溝井さんがマイナス 232.3 で、はいはいはい、夏目 218.3 なんですよ、はいはいはい、だから2人でもう450ぐらいマイナスを作ってるんですよ。で、はい、で、富ちゃんがマイナス 10ポイントみたいな。溝井チームのマイナスが450だからもう2人で全部稼いでる感じですね。いや申し訳ない。いやこんなつもりじゃなかったんだよね。いや分かります、みんなそうですから。そうですよね。はい、2回戦目が始まりました。親はキム、虎は三蔵です。はい、誰がいいですか。あ、まあ特にむちゃくちゃいい人はいないですね、ハイパイが。そうね、キムさんぐらいで。キムがいや、あ、吉田が白あんこですが、孤立最後まであって、うん、でもすぐメンツになりそう。そうですね、吉田さん、うん、お坂上はもう引いていいシャンテン布石落ちました今。そうですね、キューピンとのシャンポンになった時にヤンワンキューピンにするためにローピン切っておきましたね。布石打ちましたね。打ちました。第一手ですよ。上がりへの第一歩はそこから始まるんですよ。まあドラが三蔵なんで数層はとりあえず、おお理想的な進み方ですね。小さはい、小さはい、これローピン痛いじゃないですか。ローピン切ったの単品ならないですよ。でもまあ即利すればいいんじゃないですかね。三郎荘入った時のことを考えるとやっぱりそうですね。おあこれ単品ペコ逃したかもしれないですね。宣言牌もパーピンになってちょっと9ピンが出にくくなる。確かにパターンですよこれ。確かにローピンギリリーチのペンチーピンにするんですかね。あーなるほど。6、2枚切ってのペンチーピンみたいな。お、2、3点ポンで戻れる。なんか読むのが難しいコメントがついてますね。キムさんのキムさん、あ、チーピンが入りましたよ。金フイペコ赤赤、あ、黙りました。ドラ筋黙てん。はい、ね、ドラ三蔵。六千オール引きに行ってもいいですが、これは黙ってて出上がり期待で十分ですよね。うん。ダモン玉でもドラを引けば六千オールです。残り5枚。そんなにいますね。結構いますね、サブローソー。三蔵が3枚とローソーが2枚います。これ吉田さん掴んだら危ないですね。危ないですね。想像1枚も持ってないですもんね。ここは出ますね。ドラでも出ますね、うん、単品イペコ逃したって書いてある。あ、逃してますね。いや、まあそうですね。まあ、お吉田もテンパイ、ウッパーピンでリーチ。リーチ、ハク、ウッパーピンのテンパイでリーチです。あ、現物の現物に要素があるんですよね。危ない。あ、よかったよかった。危ない。横横。横横。アンメルツ追いかけるかどうか。私は黙る。現物なので黙速攻ですね。あ、確かに。あの、目立っちゃう牌を切る場合はリーチをすることもありますが、このまま目立たないようだと現物の要素が。ああ、そうなんことし。ウッパーピンが残り2枚、うん、よしよし。これでもサブローソーがまだいます。ああ、筋の急走、これも目立たない。うわうわ、あれさあ、ここに1枚。ローソーどうだ。危ない危ない、やばい。あー、その当たり仕方ないですね、これは。これは止まらないですね。これは撤廃気配わかんないですね。赤赤、1万2000点の出上がりとなりました。ここからだよ、つってローピン刺してますけど。あ、急いっときますって、たくさんあったのに教えてくれたら。リーチしてくれた、たくさんあったのにみたいな、ね、リーチしてよってなりそうです。あ、大会大会。そんなこれほんまに大会してるんですかね。前も言ったんですけど、え、なんでそういうこと言っちゃうんですか。そういうそういうんじゃないと思うんですよ。
ガチで言ってる。トン1曲一本馬です。親キムドラチーソーでキムがおたかぜのペーをポン。チーの時も待ってますからね僕は、はい、夏目じいさん、はい、チーの時も待ってますよ。これね、水木さんむっちゃいいんですよこれ。水素でしょこれ。純をポン。水素。よく見えなかったな。キムさん本一行きましたね。本一。あ、広告が。広告がいろいろ来てます。いろいろ来てます。ディラさん、シロリンさん、34歳、住所不定さん。いつもありがとうございます。あ、麻雀界のお料理上手な2人が。対決。そうですね。二人とも有名ですね。確かに。あ、そうか。ベーコン部ってこの二人の対決で生まれたやつだったんですか。なんと、キムがダブトンポンしたのち、吉田がハクをポン。ハイレベルな戦いのやつですよね。あの。そうですね、確か。ね、そうです。またポンか。チーが聞きたい。ね。はい。言いたいです。あ、ドラ使えるようになったんですが、嘘切ってますよ。嘘まだ泣けますからね。泣けます。カミちゃんも切ってるし、自分も切ってるんで泣きやすい牌ではあります。夏目さんは料理できるんですよ。できるんですか。この前作ったんですよ、うん、できそうですね。あのとあるゲストでおつまみを作るっていうのしたんですけど、はい、チャーシューと煮卵を前日に仕込み、当日ポテトサラダと焼きそばを作るっていう、はい、15、6人分のちゃんと食べてもらいました。もう大好評でしたよ。意外とできるんだねみたいな言ってもらう。あ、意外とそうでしょそうでしょって。意外とに引っかからなかったですね。全然引っかからなかったです。意外でよかったんですね。むしろ褒められたんだと思ってひたすらお礼を言ってます。おつまみ、さてさて、そうです、おつまみ。でもお酒飲まないので分からなかったんですよね。とりあえず味濃くて美味しいやつを持っていけみたいなね。でらしいです。全然わかんない、何がお酒に合うのかが全くわからない。おいしいやつが難しいですね。そうなんですよ。味濃かったらいいのかなみたいな。これ水木さんが、あ、仕掛けを警戒して、お、やめた。あ、確かにキムがピンズを切ってないので、うん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 、ピンズを、はい、ダブトン本一に、そして吉田もテンパイ、テンパイ、お、ドラのチーソーを切るか、構図が安いのでチーソーを狙うか考えてますかね。まあさすがに両面にしました。はい、ウッパーソーでテンパイしました。お、水木仕掛けてここからもう降りるってすごいですね。うん、さすがです。結構チーム仕掛けた時点ではやる気があったはずなので行っちゃう人もいるんですけど。暴走つんから切り、このパスを嫌ったように見えるんですか。うん、ちょっと不自然ですけど。不自然ですよね、ドラからなんで、うん、まあ、ただピンズを抑えてもそっちに行ったようには見えますね。はいはいはい、数層短期、やらしいことをして、あ、もうみんながピンズに見えてるだろうから、はい、数層短期はいいですね。これ松島の数層危ない。この数層かなり危ないですよ。全員に通りそうですよ。でもこれあのローピンウーピンを手出ししてくるじゃないですか、うん、どう思われるんですか周りに。いや、まあスライドか間違いか分かんないですけどね。でもやっぱりピンズその辺持ってた感じはするので、うん、パターンがありすぎて。嘘は、お、これは吉田の当たり牌です。いててててていてててて、あえてスチーソーにしないでウッパーソーに、なんで嘘切ったら、まあどっちでも当たりますね。はい、白ドライチ2000は2300の出上がりとなりました。キムのこの嘘かなり面白い切りだったんですよね。普通ノベタンにするじゃないですか、パースを切って、はい、ただ今想像は目立ってなかった上にドラのチーソーはもうなかったです、1枚しかなかったので、はい、振り点っていうのもあるんですよね。いや、スチーソーは切ってて、切ってないですね。そうか、
だから裾装にできることをあえて裾装探検にしたんですよ。そっちの方がいい。手出しをね見せたくなかったんじゃないですか。想像の手出しを見せると怪しいんで、うん、嘘つもぎりで裾装狙ったんですね。そしたら、まあパーソン切ってても宝珠なんでね。まあ、嘘を切ってたという話じゃなくて、スチソーにするか裾装、ま、裾装にするかという話ですね。うん、ウーパーソーにはあんまりしないと思いますね。しごろち。折り点で。トン2曲。親は吉田トラローピンです。吉田さんがいいですよ、親の。ドラドラで。チートエースのイーシャンテンです。はい。これは何を切るか、ドラそばから行きましたね。水木をまっすぐローワン。布石を打って。布石チーピン引いた時の9万パーソーのシャンポンの布石ですね。あ、テンパイ。テンパイしました。これは5切っていくか。とりあえず玉。チートイツドラドラ。まあ、9600で結構十分ですかね。はいはい。こっから言い町探しですか。そうですね、言い町探しの旅に出るやつですね。から切りできる牌引いたらリーチしちゃうかもしれないですよ。ああ確かに、ウーワン切りリーチだとカンパーワンがちょっと警戒されるので布石ですか。布石ですね。自牌にする、自牌とかに持ってくるか、から切りの牌、うん、これは切っているそうですね。うんうんうん、リャンペイコもありますしね。リャンペイコも。リャンペイコ。三ワン引いてきて買えるかどうか微妙ですけどね。間違うね。この9ピンは黙ってると良さそうですね。うん。まあ一人が切ってる。一人が切ってて自分で1ピンを早く切っていて。水木いいシャンテンです。ベンチーゾかカンパーマンか、単純に枚数で。そうですね。お、この初は良さそう。1枚切れですね。1枚切れ。チートイーチ、チートイーチ、ドラドラ。これはいい街ですね。うん、捨て牌が多少変則に見えたとしてもこれは止まりにくいですね。残り2枚は山です。さあ、キムも手広いシャンテンですが、イーソーが打ちづらい、うん、おトップ目なのでやめましたね。お、一発で積もりました。リーチ、一発積も、チートイツ、ドラ、ドラ。はい、はい、正解。6000オール、正解。最速。そうですね、他のマジル。あ、トンは無理だな。トンは無理ですね。そうですね、マッチ選択うまくいきましたね。と2曲、一本馬、ドラ、イーソーです。おいいんじゃないですか。イーソーあんこ、ドラあんこですね。ドラあんこ、なんと そしてキム、ハクあんこ。1回戦トップだった松島が残り7000点になってますね。激しい。こうなると激しい。吉田がトップだと今度はまたトータルでは吉田が上に行くのか。1回戦吉田2着で、ね、2着です、はい、そうすると吉田がいっぱい稼いでる感じですね。いや吉田が強いですね、うん、強いですね。強い。キムさん頑張れ。暑い。ここ。ここはなかなか暑いですね。ここ暑いですね。そうなんですよ。キムさんいいシャンテン。はい。はい。いや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 。下石さんって今期昇格した人。今期昇格しそうな人です。お願いします。何がね。応援を。キム
ムさんの小手返しかっこいいね。かっこいい。はい、吉田いいシャンテン。なんか運営の方がね、小声で喋りかけてきたんですが、何にも聞こえませんでした。多分気使って開けてくれたんじゃないですか。ちょっと、熱いんでしょ、すいませんみたいな。確かに。お、これはもう、あれ、多発選択ですか、これは。そうですね。ヤウソかスチピン、どっちを残すか。ヤウソの方を残しました。うん、大差ないですね。大差ないですね。うん、見た目の枚数は一緒なので。スチピンよりは、リャウソの方が。端っこにかかってるからってやつですか、赤があったりとか。そうですね、まあ、赤受けが大きいですかね。そうですね、うん、え、誰か小馬号に液体窒素持ってきてあげて。液体窒素は死んでしまいますね。すごい冷たいやつですね。暑がりだからってことですか。さすがに。いや、機械だから。機械を冷やすやつ。なんかターミネーター倒すときに使ってたじゃないですか。あれ違うかったっけ。なんか言われるといろいろ納得してしまう。機械って言われてね。キムのこの選択はどうでしたかね。実際はリャンソとスチピンはそんな大差ないですね。大差ないですね。4枚ずつぐらいでしたか。うん、こういうのってわからないですよね。これは馬強にも偏りないので結構分かりづらいですね。しかもドラがいそうなのでリャンソーのありかも分かりづらい。お、あのお、どっちにしてもどっちにしても一緒でした。キムがリーチ、ハク、赤イチ、スッチーワンの天敗でリーチです。吉田さんが全然天敗らないんですよね。残り5枚います。スッチーワン結構いますね、うん、はい、5枚。水木と吉田の手の中にマンズが1枚もないので出ないかな。吉田さんが迂回しましたね。迂回、そうですね。このトップ目はちょっと2着目のリーチには押しづらいですね。たとえドラさんといえど一発え、クー、何何あ、キムさんがチームなんで、はい、応援しに来ました。マッチマンの違う、危ないですね。手が進むと。そう、吉田は安全牌はピンズが安全そうですね。あとはドラですか。あ、ドラのアンコも安全なんですね。あ、これ。アクラ出ますね。これはもう仕方ないです。私も連敗しましたが。現物待ちなので玉点で。する。見逃した。うお、お、トップ狙ってますね。男だ。お、やりますね。男前だ。キムさんが。これ松島がリーチっていうとおそらく上がってたんですが。あ、なるほど。現物の老朽層待ちなので。つもぎリーチいけ。あ、松島が積もった。ピンフツモ赤いち。これ松島さん的にはあ一発もだったってなってますけど、はい、リーチしてたら上がられてるんで。そうですね。700戦素晴らしい選択。800戦400のつも上がりとなりました。素晴らしい選択ですよこれは。そうですね、これは、ね、うまくいきましたね。うん、男前ですキムさん。いやキムさん今のかっこいいですね。かっこいい。裏乗ったらね、64やから7000点持ちだったから。裏乗らなければまだ、そっか、64なんですね。見逃してもよ、見逃上がっても大体良さそうですよね。うん、裏乗りにくいし、乗りにくかったですよ ね、形が。なんか松島にすごいハイパーが入りました。来ました。ここもいいですね。水木さんも、あ、みんないいですね今回は。そうですね、まあまあ吉田はいまいちか。そうですね、一メンツとエンちゃん一つ頑張れ。いや、しかしキムこの点差で見逃すんですね。確かに下とは離れていて、トップを取るには満貫ぐらい積もりたい。そして助っ人と言ってきて早速ナススタート。いやいや、ナススタートだったので、なんとかいいところ見せようとしましたね。見せ場作ってますね。ええ、
大木ひかると同じ滋賀県出身。そうですそうなんです。氷室さんと一緒。え、そうなんですか。氷室さんと一緒ですよ。氷室さんと高校一緒ですよ。これも本当にこう高校一緒すごい4つ上かなんかね。すごい被ってないんですけど。先輩じゃないですか。あの、え、氷室さんがね、うん、知ってますよ大学も一緒すごいでしょ。で、今まで何も知らずにいたんですよねはい、最近知りました。半年ぐらい前に知って。すごいな近畿の秘境滋賀って書いてあるけど大丈夫ですかね大丈夫っす大丈夫いいです。付き合ってないですね知らなかったんで半年前まで付き合うわけないですね。じゃあもう地元が本当に一緒ってことですよね。地元がもうかなり近いです。滋賀は琵琶湖に全部沈んでないですね沈んではないですね琵琶湖大きいですけど、あれ滋賀県の6分の1しかないんで、3分の1とか言う人多いんですけど、あれ地味に6分の1で。え、でも結構な面積量ですよね。まあ単純に6歩進んだら水に浸かる感じ平均で言うとそうですよね、はい、6歩に1歩水ってことですもんね。そうです、平均するとね。麻雀はどうですか。麻雀の方は麻雀は今面白いローピン切りましたね。ほうほうほう。で、吉田がチートイツのイーシャンテン、松島ハイパー良かったんですが、まだイーシャンテンですね。な、え、広告いただきました。はい、ベーコン部になりたいさん。絶対嘘氷室さんの反省文の公開はまだなの。あ、なんか最近届いたっていう噂を聞きました。あ、本当ですか。あ、じゃあもう間もなくですよ。間もなく、まあ、そんなに期待するほどのものではないかもしれませんが一応間もなく公開予定です。すっごい短かったらどうしますかこの何ヶ月かかけて反省してるんですかね。かなり時間かかりましたからね。そうですよ反省してるようには見えませんでしたけどね、あんまり。まあそうですね。そうそう、でもその福田さんしかりですよ。聖子ちゃん、はい、福田さんも反省文じゃなかった。さ、吉田がトンがあんこになって、チートイツのイーシャンテンなんで、はい、肝切りますか。お、肝切らず。仕掛けはあるんですかね。トイトイに行こうっていうのあるんですかね。仕掛けるでしょう、吉田。お、トイトイにというか、まあ両面を大事にしそうですけどね、うん、キムこれローピン切り正解、正解というか、そうですね、うまくいきましたよ。まあ、パーピンかローピンかで、まあ、3ピンとか切っちゃってるといまいちでしたね。キムのリーチ、ピンフ、タンヤオ、高めイーペイコ、リアンウピンのテンパイでリーチです。水木はローピンが現物だが3色があるのでちょっと考えて、結局ローピンですね。残り3枚。あ、そんなにいますか。です、リャンピンが1枚、ウーピンが2枚。2枚、はいはい。これチートイツの電波じゃないですよそう見せかけてるネタを挟んできますねいやでも気持ちわかりますけどね、端っこと端っこにしたらバレへんやろつってさあ、水木が転廃しました。リーチかけますね。リャンウピン待ち、同じ待ですか。赤ドラ、はい、リャンウピンで転廃。ここはさすがにトンカースワンが現物ですね。あ、広告いただきました。なんとありがとうございます。ありがとうございます。やった。松島カンチーソーのテンパイでリーチです、うんうん、お、ようやく追いつきましたか。チーソーはしかし厳しいです。3軒目順からです。チーソーは山にはありません。山にありません。吉田が降りて打たなければ、うん、出そうな感じはしないですね。
そして水木が攻めましたね。はい、リーチ、ピンフツモン、ドラ赤、ウラドラチュンは乗りません。2戦4戦のつま上がりとなりました。はい、はい、オーラスです。トン4曲、親尾瑞希、ドラリャンピンです。さあトップ目と2着目の差は、1万2千以上ありますから、瑞希は4千オールならトップですが、はい、1万2千の出上がりだと2着までですね。はい、着順がトップが吉田4万900点、2着が瑞希2万8200点、キムが3着2万4900点、そして松島が6千点となっています。さあ見逃したキムが3着に落ちてます。これはあのチームメイトにあの恨まれるやつじゃないですか。何見逃してんだよって、ね、欲張らないでみたいなね。いやでも実際スーチーマン結構いましたからね、山にいましたね。あの時リーチの時点で5枚山だったんでね。そうです、そうです。判断は良かったですかね。はい、いいと思います。すみません。うっす。水木さんと吉田さんが結構良かったですけど。キムさんもゴロチが見えるリャンシャンテイ。3着と1通の見えるリャンシャンテイですね。はい、そして吉田がドラドラ。いいシャンテイ。ローソーとローワンどっちに切るか。キューピンとかも候補にあるかもしれないですよ。ないですね。さすがに役割シャンテンにするんじゃないですかね。ないですね。でローソーの方が三面ちゃんとかに伸びやすいんでローワン切りましたね。お、ドラドラ。ドラドラ。さあこれで一通のいいシャンテンにするか。一通ですかね。ドラがリャンピンなんで。でもドラのリャンピンはもう。キムさんはこれ倍積もね。倍マンでトップですね。リーズモピンフ一通ドラドラ裏。でもリャンピンがもうない。そうなんですね。もうない。もうないんです。そうするとキムの上がりはもうないんですね。ほぼないんですね。ここで嘘を切っちゃうともうなくなりますね。いつも数層に備えて残すとまだチャンスが若干あります。ちいちゃんの写真激化はやったー。あの新しく宣材写真を撮ったんですよ、うん、で今まで自分でヘアメイクしてたんですけど今回もプロに全部お任せしたわけですよ。今まで自分でやってたの矢後に。そうです、今までやってたんですけどもう自分の地でどうにもならなくなった。あなたまだまだいけるでしょう。手広く嘘いくか。まだ狙ってますね。うん、倍満狙ってますよこの人。僕なんかもうスッチーマンのチーテンから取りそうなのに。いやもう向こうに行って教えてあげたいですもん。もうリャンピンないですって言いたいですもんね。キムさん、キムさんリャンピンないです。なんとか他のところで。あ、これむずいぞ。予定通り戦争を引いて予定通りピピキムさん、E ピン切って、もうリャンピンない。これ E ピンか Q ピンで悩んでるんですか？いやでも3色、仕頃の3色なんで E ピン3ピン、あれ？あーキムさん、ウソはこれ赤ウソ引きに赤ウソを引いて、思い判つけよう。頭を、ね、頭を振り返る。E1 と切ってリーチ。いやもう男前でさ、松島天敗。松島の条件はどうやってもラスですか？チーマンの方が良さそうに見えますが、ハネマン直撃でようやく3着現在は。で松島もドラ引きをしたいところですね。ただこれドラ2枚引かないといけないので、うん、倍マン積もって3着なんで、むしろそこそこ直撃が取れそうな町でリーチしちゃう手はありますよね。はい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 。リーチジート赤ウラウラでいいですからね。はい、そうですね。うん、吉田が先ほどの予定通り想像が三面ちゃんに伸びましたね。予定通りなんですか。さすがです、まあ、ローソーとローワンのとこでローソー残しましたからね。そうですね。さあどうする。今キムさんがつもぎってた。
リーチせず。リーチでも良さそうですけどね。うん、地獄。地獄短期。まあただいかにも変則的ですよ、ね、川がね。川なので、まあ二枚切れの地獄あの自敗でも止まるかもしれませんが。国士はなくなりましたね。そろ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 手入れそろそろ、ね、そろそろそろ松島もこんないかにもチートイツっていう川じゃなければリーチしたんでしょうけどね。さすがにこれでは出上がりが大きく減ると見ましたよね。うん、さあ吉田がテンパイ、テンパイです。換算ピンで高いですね。ダイヤ多い傾向ですかね。ドラドラですね。キム T1 入るとスチワンが入るとキム景色のいいパンを待ち3ピンがキムの3ピン危ない危ないペーは足りですが、まあ、松島ペーから変えましたね。パーマン、はい、短期マンズ良さそうなんですよね。2枚生きてますよ。2枚生きてる。リーチはしないですか。まあ、リーチするとやっぱり出ない街ですからね。しかもハネマン直撃条件なんで別に無理に高くしてもしょうがないですね。おっなんと3ピンアンコにした。さあキムどうする。水木との点差は3300。リーズも赤で逆転ですね。玉おリーチをしない。玉にしましたよ。何だろう、ツモ赤じゃ届かないです、ね、届かないです。まあ確かに背底は残ってますが、背底と背底と一発合わせ技でバイマン見てますか。リーソクズモ背底赤裏さん次リーチってことですか。じゃあバイマンツモ狙ってますね。次リーチ、次リーチ、次リーチですか。むしろあと誰かからリーチ来たら羽ズモでいいんで、はい、リーズモ赤裏さんでいいんです、はいはいはい、そこ追っかけるってことですか。そう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 いいな。見せますね。キムさんかっこいいな。これ次絶対リーチしますよ。これ。つもぎりリーチですか、ね。キムさんクラスは。あれ？あれ？ん？むしろ親にテンパイ取ってテンパイレンジャーにしてもらおうっていうことですかね。3300差。松島も上がらず。あ、そうか。3300差だからテンパイの点での逆転があるんですね。実際これ逆転じゃないですか。そうですね。吉田は伏せますよね。いや、転売してるんで開けますよ。あ、水木が親で。なるほど。水木が親で。水木が一人脳天だと、まくれる。なんと三人転売でリーチ棒出さなかったおかげでまくれました。なるほど。なるほど。深い。もうキム、いろんな技使いますね。いつリーチするのかと思ったら。ね、失礼しました。松島も出上がらなかったんですね。あれ、松島パワー見逃した。え、見逃してます。あ、松島は親の転売連ちゃんに期待して、次局に期待したんですね。いてててて3200なら上がれていた先点で終了になってしまった。なんとでは行きましょうか。深い深いですね、はい、なるほどね。投げます6回なんかもうどうしようって最後にお疲れ様です。最後に1割ですね。深い深くないんだろうこれ。深かったです。リーソグズも履いて赤浦さんかなと思って浦さん浦さんキムさん狙ってるかな。キムさん履いてを狙ってリーチするのかなリーソグズも履いて赤浦さん。でもリーフを出すとね。そうなんです。すいませんそれ気づいてなくて。あ、そう。いやいや、オラスの攻防良かったですね。見逃したりリーチしなかったりね。深かったです、なんか羽直羽直ね羽直だもうすごい北薄だなと。どうしようか。で、ドラとか赤引いたらリーチ打とうかなと思うけど。バイツも三着。バイツも三着なんです。バイツも三着か、そうですよね。バイツも2着じゃないですか。2着ですよね。あ、そう。水木さんが親で。バイツも2着割って、いやどうしようってなって、とりあえずもうで、なんかスナコとかいないばいいなって、朝一日一緒に
パーマン出てましたね。パーマン2号が。パーマン2号が出てました。一番どうしようもないみたいな。でもここが変わったらワンチャンいいなはちょっと思ってて、見逃してもあるんですけど、チームの話をしだして。テンパってたらもう一曲あるし、脳天だったらなんかワンチャンひっくり返るかもなと思って、ああ、ね、見逃したのはあります。さすがっす。いやでも、でも2回戦のトン1曲保留したやつ、うん、あ、イーソー難攻都市の途中で、あれは、あれはもうなんかね、そうですね、イーソー切っといた方がいいですよね。あの、ね、ちょっとトップしたかったんです、ね、イニシャンティぐらいかなって思って、うん、リーチ来た時に備えたくて、チャロソーぐらいかなって思ったらサクッと刺されて、もう8巡目テンパイって言われました。1巡前にローソー出るかも。このローピンねみたいなやつでしょ。そう、そこでこのローピンでテンパイってやつを見てました。言われました、一緒にだと思ったでしょみたいな感じでねー、難しかった。チーマン見逃しもありましたね。あれかっこよかったですね。6400のあれ上がってもよかったんじゃないですかね。いやいや、絶対トップだろうと思って男前です。トップ以外いらないっす。ジャンクになるのは分かってたんで。いやめて。大ドキドキしてない。引っ張るかどうかもドキドキしてない。三着に落ちちゃったから。あれ64でしたよね、さっき。64ですね。裏が乗らなければ上がってもよかったんですね。そうです、そうです。そう、あの松島さんが6球勝で、うん、あ、一発もだったってやつです。はい。多分リーチなら上がられてます。いや、見逃す見逃す。本当ですか。それ傷広げるやつじゃないですか。いや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 、ハイリスクハイリターンで。あ、そうだったんですね。確かに。お二人何かありましたか、水木さんと。なんだろう、特になんか元気なかったですね。すごい。特にないです。特にないです。僕はあの4枚使いのチートイツでテンパってなんか両端両端がなんかカモフラージュしてきたのか。バレた時のリスクが大きいなって思って。超えた時点で僕実況で言いました、ね。ごまかしてます。さすがにバレます。みんなね、トン積もるの待ってました。見事に引いてきましたね。待ってきました。はい、それでは続いて3回戦の模様をお送りします。また準備が整うまで少々お待ちください。はい、皆さんお待たせしました。後半戦ですね、第10節の。はい。皆さん準備はよろしいですか？はい。はい。はい、それでは始めてください。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。面白い。面白い。始まりました。始まりましたね。3回戦目の開始です。なんか笑われてたけど、え？なんか何言ったんですか？いやいや、普通のこと言っただけですよ。すごいな、普通のこと言うだけで笑いが取れるんだもん、すごいですよ。バカにしてますね、完全に。完全にバカにしてますね。どうですか、麻雀は。麻雀は、福島が良さそう、はい。3回戦始まりました。親はキムドラ急走です。はい。割とキムが整ってる。キムさんもいいですね。水木も、水木も良さそう。いや、いいです。私も三面ちゃんもあって吉田さん以外はそこそこ、そうですね、吉田はドラドラですがちょっと厳しい。あ、イケメンですって。イケメン笑って書いてあるけど、イケメン笑バカにしてますね。敏感ですね。なんかバカにされてると思ってるんですか。はい、結構ねネガティブなんです。難しい。コワコワさん大好き。あ、ありがとうございます。結構多いです。僕も好きです。あの、いや、麻雀教室を一緒に、はいはいはい、ね、コウさんが講師で。どこでやってるんですか。新宿で。あ、新宿で女性麻雀教室をやってる、夏目さんとやってるんですよ。すごいんですよ、もう生徒さんたちがもう、あ、もう小林先生、小林先生、あ、そんなだったかな。いや、もう本当ですよ、これ本当ですよ。同じ女性としてはい、はい、伝わってくるものがあるんですよ。あ、はいはいはい、大人気ですよね、小林先生。本人には伝わってないけど大丈夫。鈍感なんですかね。鈍感だもんな小林さんが。そう、確かにイケメンだからね、うん、W がついてるんですよね。ゴーさんも昔はイケメンっていうのありますけど、
昔もですね。あ、昔はイケメンをたまに言われますね。昔もイケメンの間違いです。すっごい痩せてましたもんね。あれ、うん、めっちゃ痩せてた、痩せてましたね。いや、めっちゃ痩せてるやつありますよ。教室の生徒さんに昔小林さんっていう別の方が問答出てましたよね悪気なく言われましたからねちょっと面白い、いや僕ですよ、いえ違います、別の人でしたさらに否定されたんですか名乗り出てるにもかかわらず、いや別の方でしたよって言われました。小林剛さんなんてなかなか別の名前、別の人いないと思うんですけどね、麻雀やってるそうなんです。へー、キムテンパイです。リッチタンヤオウッパソーのテンパイでリッチです。はい。水木もいいシャンテンなんですけどね。残り4枚。はい。ありがとうございます。さあ、松島がブクブクに構えてしまったがどうするか。あ、ファーソー出ましたね。自分の都合でいきました。はい、リーチ、一発タンヤオウ、裏ドラ、スーワンが乗ります。1万2000点の出上がりとなりました。なんとまた1万2000スタート。なんと現物は1枚しかなかったんですかね。ですね、うん、かな。石五郎三色図を見て、はい、トン1曲一本馬ドラパーピンです。ゴーさんがモンド出てきた時って何年ぐらい前ですか。あれ13年前ぐらいですね13年前ってそれは変わるでしょ、人も。13年経ったらもっと前から15年ぐらいかな、もう、はい、結構前ですね。15年前、おいくつの時ですか。僕はなんか22から25ぐらいの時に出てましたね。早めに、早めに。15年前とかまだ麻雀も知らないですからね、僕らなんかね。私まだ小学生です。そんなん言うたらバレるから女子がバレるから。いや隠したことないですもん、私まあ小学生ならだいぶ範囲広いからね、はい、1から6まであるから1から6まであるから小学生でした、ランドセル背負ってた。あ、モンドでタバコ吸ってた時代。あ、そう、ベテラン、ベテランのところはタバコ吸ってましたね。僕は若手枠だったんでタバコ吸わない人ばっかりでしたけど、はいはい、そんな時代もあったんですもんね、うん、昔プロ団体のリーグ戦もみんなタバコ吸ってたんですよね。あ、大井代表吸ってましたよ大井さんは吸ったことないでしょ。吸ってました、吸ってたって言ってました。へー、松島いいシャンテン。ここ10年ぐらいでもうあのプロ団体のリーグ戦も吸わなくなったし、あのタイトル戦とかでもそうですね、一杯予選とかもそういうのも全部禁煙になりましたけど、うん、結構最近のことなんですよね。うーん、先ほど松島が2枚目の白をポン、テンパイ取ってますね。ウッパワンのテンパイでキブから出ました。白線は1300の出上がりです。白もう2枚目やったんでね。そうです、甲骨、甲骨、今日もありがとうございます。ありがとうございます。なんとありがとうございます。ん、激石しもさんから来てますね。自演ですかね今度の近代麻雀の付録がすごい、これは買いだね。 ありがとうございます。激石しもさん、ありがとうございます。激石さん、ありがとうございます全然触ってませんけどパソコンも携帯もだって下石劇さんと一言も言ってませんからね。あ、はい、劇石下さんからすいませんトンの2曲親は水木ドラローワンです。今度の近代麻雀は大変なんですよ。いや、めっちゃ楽しみっす楽しみ、知ってます。わかんないです。何ですか。うわ、え、何ですか。知らない、それを知らないですか。え、何ですか。何ですか。いや、もう早く来てほしい。え、言ってもらっていいですか何ですか。今日10日ですよね。今日10日です。あと5日ですか。そうですね、15日発売ですね。小林さんと、はい、ね、小林さんの対談があるんですけど、むちゃくちゃ楽しい。え、誰と対談したんですよ。誰と対談したんですか。すごい人と。内緒ですかこれいや、内緒じゃないですね。え、本当ですか。あ、惜しい、漢字が違うけど、そうです、すごい。翔一さんです。翔一さん顔桜井翔一さんと
長話をしてきましたよ、うん、すごいですね。5時間ぐらいそんなにすごいですね。麻雀も教えていただきましたよ長話した話を聞いたんですけど、はい、まあなんかそのちょっとボディタッチもあったんですよね。ボディタッチいっぱいありましたねえ仲良くなったんですよ。あ、すごいですね。まだ足痛いんですけど嘘、まだ痛いんですか。まだ痛いねえ、何してきたんですか。ちょっとアクシデントでちょっと足腰を痛めましてですね別に殴り合いをしたとかではないんですけどね。へあれ画面止まったと思ったら考えてただけ。ただいまね、相撲は取ってないです。相撲はね、翔一さんじゃない人と取りましたね。え、そのダメージがえ、本当に、え、相撲してきたんですか。ええ、相撲をしに行ったわけじゃないんですけどね話の中でちょっとこいつとやってみろみたいになってるんですね。へえ、ええ、あれ柔道でしたっけ。あれ元柔道部っすよ、小林さん。元柔道部ですね、うん、だからですか。いや、それは関係ないですねもうやったのはお店の中でやったんで、そんなスペースもなく取ったんかいって、もう取ったんかいっていうコメントする人はもうかなり相撲好きですよ。相撲って取るって言いますからね。するじゃなくて。確かに、あ、確かに、うん、分かってらっしゃる、はい、で、麻雀ですね。麻雀はどうですかよしよし、割と、はい、はいはい、皆さん手がそこそこ。相撲取るぐらいみんな知ってそうな気がするあ、岩間さんとした待って書いてねあ、待って書いて、ごめんなさい勝手に面識ないのに決めちゃって。怒られちゃえ謝ります。そう、相撲界でも結構麻雀する方いるらしいんですよね。あ、はい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 、あの、はい、なんとか親方となんとか親方がしてたみたいなキムが多いですね。キムが換算腕をチーしてます。うんうんうん、3色二差し3色でイーピンが3枚場に枯れてるんで、うんうん、まあまあまあ。そして3層をチーちょっと風呂の仕方今までと違いますね。忘れましたねこれあれさっき手元に置いてこれこれって言ってたのに忘れて右端に出しちゃってるんで見にくいですね水木これまた3色のパワーを見れるかもしれないですよ。パワーというかもう当たり前ですね。いや、まあ、キムさんがいいピン持ってきてキムさんがイーピン持ってきたりとか同順とかならスーピンチーするんで。そうですね、確かにパオです。パオです確かに、うん、スーピンは残り2枚。この仕掛けって3色に見えるんで、はい、イースーピンでかえって盲点になるんですね。あ、もうできてるでしょっていうところですか。そうそうそうあの一番できてそうで、せめて確定してそうなので。あ、積もりましたね。積もりました。3色300、500の積も上がりとなりました。はい、あの普通は3色確定の換算ピンとか、あるいは単ヤオで2ピンだと3色とか、うんうんうん、あるいは他の町とかが普通で、うんうんうん、この未確定の数ピンの肩上がりが残ってるって結構レアケースなんですよ。だから勝負に来る人は数ピン切りやすいんですよね。うん、これはまた甲骨をいただきました。甲骨、甲骨、足立瑠璃花。ももたん今日も可愛い。これ本物ですかね。わかんないですね。いや、これ疑惑、うん、どうなんですか。ももたん今日も可愛いはよく言うてますけどね。よく言ってます瑠璃花はある18夜でR18 ついてたから怪しい。怪しいですね。R18 ついてた。怪しい。え、信憑性があるってことですか。多分本物。逆に本物。ありがとうございます。ルリカさんありがとうございます。でも夏目も出てますよ。
瑠璃花さん。そうなんですよ。そうなんです。僕気づいてたんですけど、あえて言わなかったんですよね。瑠璃花さん。夏目も出てますよ。可愛い後輩出てますよ。そうなんですよ。よく言われるんですけどね、瑠璃花さんつって。吉田チートイツのイーシャンテン。はい。夏目さん今日も可愛いっていうコメントがついてますね。ありがとうございます。あの静かにお辞儀をしております。ちょっと照れてます。お。キムは本一に行きますね。番組説明にチーさんが載ってないのはなぜ？緊急当番です。2時間前に決まりました。番組が始まる2時間前に急遽決まりました。はい。ちょっといろんなアクシデントがあって、あれもう一人はみたいになったんですね。そうなんです。キムが続々とピンズを引いていい感じですね。着々と頑張れ。出ました。そのキムが仕掛けていいシャンテン。そうです、カンパーピーをチーしてます。吉田はまた4枚チーというかありそう。両端に置くんだろうな。あ、残念、E1 ここにありました。ピンズ切りにくいですかね。難しいですね。ピンズが、キムが、ただまあ問い面の仕掛けなんで今のうちですね。ポンされない、3ピンも。1枚出てる3ピンはポンもされないんでね。これでイーソー切りますか？乱層が良さそう。切らない。うん。あ、ハツが2枚入れなんですね。あ、なるほど。さあ、これは難しい。手広いのはウーソー切りですが、3色があって、順目を見てさすがにウーソーにしましたか。まあ、急走3枚切れなんですけどね。ただ残りの1枚の急走にはまだ期待できると。打点重視だったら序盤ならパーソー切る手もあるんですけど、さすがにポンテンは取らなかった。ポンテン取らず、はい、ヤンピンですね。リャンピンの、はい、ええ、水木はチーピンを引いてちょっと引き気味ですね。うん、あ、トンプーで何度ライチを上がった。あ、よく見てる方がいますね。あ、チョンボしたやつですよね。そうですね。ラスマ吉田さんがトンプー戦の、はい、ペーチャかなんでしたっけ、あれ、ペーチャかシャーかチャかで、うん、何ドライチも上がりましたね。何上がる、ラス前だからって上がってましたね。何ドライチを単敗したんですか。積もって上がりましたよ、はい、上がったんです。上がったって言うんですか、あれは。上がって上がって展望払って展望払ってましたね。展望払ったんです。松島2枚目の3品、さすがに泣いた。あ、リャンピンですね。リャンピンを泣いて勝負。はい、はい、ドラのローソー待ちですね。吉田はもうピンズは切れないですね。うん、3ピンを合わせるとチーされるかもしれないが、来ました。キムはウーピンと、キムは3ピンをチーして間違いすることもできたんですが、やめときましたね。ウーピンが切りづらいんでしょうね。スーソーがかなり、スーソー単位合わせにかなり危ないですね。ドラマタギのスーソー、うん、ドラ1の2907が赤とかドラドラとかだと結構厳しい。あ、やめた。お、そのなお吉田がポン、うん、なんちゃですね。これ粘ってますね。あ、もうキムがテンパイ、ドラを引いて、まあ、役はなくなりましたが、これも形式テンパイですね。はい、吉田今度のなんは合ってるなんですね。
はい、なんちゃです、大丈夫です。吉田が吉田は Q1 をチーしてパーピン。キムさんの難統一落としを見てキムさんにはパーピン切りやすくなったんですかね。そうですね、うんうんうん、ローソーとスーピンのシャンポンでテンパイです。ローソーいるんですね、まだ。え、2枚もいる。ローソーあと1枚います。1枚いますね。あ、1枚か。あ、キムが1枚引いたんですね、はい、さあ、待ち替えをするかどうか。あ、吉田の現物のチーソーを切りましたね。スーソーパーソーのシャンポンはまだ生きてそう。これもうちょっとあります。あ、スーソーが来た。さあ、これはテンパイ時で、スーソーは筋ですね。吉田、松島にチーソーとイーソーが通ってます。お、行きましたね。松島の当たり前です。今なんと見事上がりましたね。1500点の上がりとなりました。お、どうですか、はい、どうでしょう。トン3曲一本馬トラ白です。はいはい、傭兵が全然活躍してないですね。見せ場は作ってますけどね。もう見せてくれてますよ。もう十分ですよ、それだけで。いや、今日のキムさんはかっこいい。うん、今日も。今日も。今日も。今日もかっこいいです。そこ大事。はい。もう痩せたショックがもう抜け出せなくて。どうした。今のキムさん、カンオリ以外アウト。そうです。もうスーソーもローソーも当たり牌。そうですね。積んでました。積んでました、もう。スーソーで1500なんでね。ノーテンマップと一緒と思ったら。まあ、チーソーが通ってたんで、かなり打ちやすいスーソーではありましたよね。ここいいですね、キムさん、うん、ここもまとまってます。難しい。ドラの白がで、スーピンかパーピンか、どっちでしょう。ボロチ6チッパー見ながら、チートイズのイシャンテンですね。はい、赤赤赤赤、松島がニャンワンをポン。松島さん、これはもう仕掛けないと間に合わないという判断ですね。なるほど。仕掛けてもかなり厳しいですが、まあラス目の親でもうラス前なんで、はい、まあ黙ってるよりはということでしょうね。動いてなんとか。くしゃくしゃでしたけどね。そして水木がいいシャンテン。これでも僕も仕掛けるんで。そうですね。本当ですか。僕もこれ。王さんも仕掛けますよね。多分、うん、多分仕掛けますね、これ。多分そうですね。吉田が本一に行きました。あ、これ難しい。あ、これどうしますか。決めてスーワンですかね、チュンですかね。スーワン、うん、おー、なんとすごいチーワンを引いて、なんと両面落とし正解ですね。ちょっとあのマンズの形で両面落とすのは厳しいなと思ったんですけど。水木がテンパイ。お、ヤンマン、ただヤンマンがポンされてますね。ポンされてますよ。残り、あ、ウーワンがこれでなくなったので、リャンワンが残り1枚。お、ほんまや。お、あ、さあ、まっすぐ行くならローピン。ピン。チュン。そうですね、ここは無理しないですね。へえ。まあ一応ラス前のトップ目ですからね。うんうんうん、うん、松島がスーソーポン。粘りますね。かなり厳しい。目をつむって。ただパーピンが現物でまだすぐに振り込むことはなさそうですよね。吉田さん、ローソーしましたね。はい、うん、
親番もあるし自分がチャンス生だからバシバシ言ってますよ。さあこのヤンワはあと1枚ヤンワ1枚だけなんですね。ウーピン吉田がウーピンで止まった。ウーピン周りがよく見えてるんじゃないですかね。さあ金はもう9万は打ちづらいので9万ですね。行きました。キムが行きました。キム行きましたね。エイシャンプンで行きましたもう吉田がこの9万をチーして転売カウンワンですね。おこの9万チー気がつきにくいですけどこれはさすがに吉田はすぐ気がつきましたね2組できているように見えますからね。さすがです。これ何ゲームキムこれ何を切ったらいいんですか。ん3ヤンソー降りるピンズがウーピンが4枚見えてるんで、まあ、ピンズはかなり切りやすいですね。スーソーも4枚見えてますね。あスーソーも4枚見えてる。ヤンソーもない、うん、つもぎりましたね。乗り切ってもなんとかなりそうなんですね、はい、あさまちますごい粘ります。粘りますね。つないでイーシャンテンうん、これはこれはカンチーワンかカンウーワンか選べます。チーワンマンズは通ってないですね。チーワン3枚目チーワン自分で2枚使ってて場に1枚、はい、だから上がるならパンワンを切りたい。でもウーワンもないですけどね。お、あそうですね。現物の9万であやめました。トーンはいかずちょっと粘った感じですかね。転売しましたキム。転売。そうですね。換算は。三ピンはノーチャンスです。そうですね。ウーピンが自分で2枚割り2枚なんで。はい。あただパーピン、パーピンも3枚見えててかなり通りそうなので自分の都合で6ピンいきましたね。だがしかし3万もないです。3万もないです。3万ないです。3万いやここの3万が危ない。ここに3万あります。ヤンソーが現物ですね。ローワンが出た。これ3万出やすくなったんじゃないですか。3万出ますね。松島さんも危ないですね。吉田さんはもうトーンアンコートしておりましたね。おりましたね。現段階ではリャンワンとサンワンはもう手の中にいます。ピンズこれくっつくんかな。松島が転売するかどうか。ピンズがローピンのくっつきも相当薄いんですね。スーピンが今出ちゃいました。これで終わりですね。これが入っての範囲です。ドラム白固まってますがさすがにやめて地獄の吐くさすがに2枚入れる大丈夫ですねはい、トン3曲1本場はキム・ミズキの2人転売です。松島粘ったんですがそうですね、3番が危なかったですねはい、オーラスです。オーラス、はい、はい、トン4曲2本場です。教託が1000点あります。ドラチー1親は吉田です。トップ目がキム36,800点、うん、2着目が水木25,000点、3着目に吉田23,200点、そして松島が14,000点、はい、となってます。教託があるので私もマン、そうですね、マンガンツモで2着、うん、マンガンツモで2着です。はい、全力でマンガンツモを狙うと思います。はい見たいです、マンガンツモのとこバシッと、はい、松島プロが、あお、水木
月がいいですね、イシャンテンですか、ヤンメンとサンメンちゃんのイシャンテン。ローピン先切るか、さすがにトップにはマンガンじゃ届かないですね、ハネマンにしたい。うん、うん、トン泣くかどうかも考えてたんですかね。お、見ました、今吉田さんのペーつもぎり、ペーをつもぎってパーソーポン、あ、タンヤオとダブトンとですね、両天秤おなるほど、水木さんはこれマンツモでも、マンツモで届くんじゃないですか、同点ですか、リーチボーが出てるんですね、リーチボーと日本馬があるので、はい、日本馬だから同点ですか、あ、同点トップですか、同点で届かずですね、そうですね、マンガンを積もると、はい、2人とも34,600になって届かずですね、水木のということで2着引くの仕掛けです一寸地その天敗、さすがに水木が強いかこれ時間の問題ですねそう浮いてる人いますね、あ、ここが、あ、まだ大丈夫、数層にくっついたらセーフ、そうですね、キムがあっさり積もりましたね、はい、あっさり水木トン300、500は500、700の積も上がりです、はい、これにて3回戦目が終了となりました。さすがキムさんトップ取りましたね、サクッと、よかったキムさん、え、そんなことないです、いや、さすがでした、うん、そうですね、今の親の仕掛けがなかったら、あのトーンを切ってピンフ3色っていう手もあるんですが、うん、さすがに親がペイを統一落としながら仕掛けてきたんで、そうですね、まあ、そこそこ整ってると見た方がいいので、うんうん、2着キープでいいと思います、はい、というわけでさあ4回戦ですね、4回戦始まります、3回戦はキムが1位、2位が水木、3位が吉田、そして4位が松島となりました。さてさっきお手間見コーナー用のメールを見といたんですが、はい、ちょっと今日少なかったのであ、お待ちしてます、今何か書いていただけてると取り上げられる確率が高いです、はい、ぜひお手間見お待ちしております、お願いします、放送可能なものでしたらそうですね、これ言っちゃったらダメなやつでしたね、ひょっとして逆に逆にダメなやつだったらもうどし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 、はい、でこちらは4回戦目が開始となりました、はい、親は松島、ドラパーピンです、うん、このままの座席で4回戦目が開始となりました。松島さんいいですね、イーシャンテン、キングドライチイーシャンテンです。スリアローへの質問も OK ですか。まあまあ大丈夫ですね、まあまあ大丈夫です、はい、あまりに手厳しいものでなければまああとはだいたい下石さんが答えてくれます、はい、はい、もうお任せあれです、私が、はい、第6この中で一番なんですか、知識のない私が、いや、もう第6天魔王に不可能はないですから第6天魔王から説明しないとみんなわかんないと思うんですよ、ね、キャッチコピーがあるんですね、あれ教会の方って皆さんですかそうです、MJ のね、 MJ 用のキャッチコピーだって、下石劇さんの通りなキャッチコピーが何でしたっけ、よみがえり師、よみがえり師第六天魔王、はい、もう意味がわからないです、織田信長の、ね、織田信長って第六天魔王っていうんですか、そうですそうですよね、第六天魔王って呼ばれてて、信長さんがそう言われてたんですよ、長いんですよ。下石さんも言われてるんですか。下石さんもね、全然蘇ってないんですけど、むしろ織田信成っていう立派なね、スケーターの方がいる。いますね。子孫いますからね。子孫がいるのになんか申し訳ないなと思いながら。うん、さあ松島天敗ですね。とりあえず変化の多い三層探検にしました、ね。そうですね。いやこれ9ピンとか引いたらいいですね、ローピンとか、
松島さん。お、確かに場に一枚入れるの。うん、これでいきましょう。はい、リーチ、虎、赤、白短期でリーチです。はい、一枚入れの白でね、捨て牌も自然な感じで。そうですね。しかも一層三層っていう切り順なので、うちに寄せた感じに見えるんですね。これは白自牌短期が上がりやすい川ですね。ニムさんも完全インシャンテンなんで、はい、まあまあ危ないリャンズを押しましたね。白は出ますね。白は出ますね。あの、キム今ドラの白に切りました。空切りしました、はい、そっとそっ、あ、危ない牌ほどそっと切れってありますもんね。聞いたことないですけど、はい、そっと切ってました。結構ね、たまに見逃されることあるんですよ。本当にあるんですよ。ありますよね。あたかも安全牌のようにスッと切ったらね、自然に切られすぎて、えってあ、忘れてたってことありますよね。そうなんですよ。たまに使います。戦術の一つですね、はい、これやっぱりくしゃみって隠せないですね。そうですね、くしゃみは難しいですね。マイク切ってちょっと離れて、そうそうですよね。ドンゴさんのくしゃみすごいでしょ。くしゃみでこんなに食いついてもらえるならもう何回でもくしゃみします。私くしゃみいただきました。コメント流れてます。はい、お粗末様でした。さすが。さあ3段目に入ってます。はい、白はまだ2枚残ってますね。2枚残ってます。こうキムを掴むと、あ、これはそうだが、ウーパーソートリアンピンどっちにするか、そして安全なのはどっちだ。3品、あ、現物の3品、なるほど、はいはいはい。お、ここに来たよ。ここはダメですね。ここは出ないですね。うんうんうん、ここじゃないんすよ。ここじゃないんですか。ここじゃないんですって。水木は残り1枚、うん、大丈夫ですね。小林さんもくしゃみすることあるんですか。くしゃみ結構しますよ。ロボのくしゃみ、ロボのくしゃみみたい。結構でかいんですよ。へー、キムがローアンをチーしてリャンウピンのテンパイを取りました。聞けましたね、あとチーが。あ忘れてましたね、完全にチーっていうの忘れてましたね。リャンウピンはリャンピンが1枚だけ残ってますね。はい、1対1、1対1です。しかもこっちは、え、ウーピン、リャンピンが1枚でした。リャンピン1枚ですね。リャンピン1枚。あ、吉田のテンパイ取れそう。テンパイではないですね。頑張ったら、頑張ったらテンパイでも、はい、安全に来ましたね。ここはさあ、白1枚どこでしょうね。白が1枚、うーん、リャンピンもまだいますね。1枚ずついます。おお、もう積もりました。松島、リーチ、ツモ、ドラ、赤、裏ドラ、イーソーは取りません。4000オールの積も上がりとなりました。はい、やった。北瀬ぬるりと、みんな分かりますかね。なんですか。なんですか。みんな分かるでしょ。分かります。分からないです。え、分かんない。北瀬ぬるりと。分かんない人いる。今の人知らないんですよ。なんですか、ぬるりとって。北瀬ぬるりと知らない。ほら、あ、みんな知ってる。あ、さすがです。やっぱりね。赤木です。さすが。なるほど。同じ目に。赤木が麻雀をやってた頃の時代ですね。今やってないんですか。あれ、あ、今もやってましたっけ。あ、やってますね。赤木。今血抜かれてるとこでしょ。そうですね。私よ、読んだことないんですよ。赤木とか。赤木と、はい、カイジと、うん、か。いや、まず赤木は読みましょう。赤木読まないと思う。あ、本当ですか。読んだ始まりませんよ。北瀬ぬるりとはね、あの、うん、あの捨て牌をすり替えて、はい、それがバレずに通ってすぐ白を積も上がったんですよ。ペイを通した後ぬるりと来る。へへ、北瀬ぬるりとですね。へへ、北瀬ぬるりと
初めの方は読んだ方がいい。あ、なるほどですか。もう何年超抜かれているんだ。なるほど。いや、もう、僕が麻雀覚えたぐらいにはもう血抜かれてたはずです。本当ですか。確かなんか、足立瑠璃香さんは赤城を読んで麻雀を始めたって言ってるぐらいですよね。確か。うん。水口さんじゃない。あ、水口さん。あれ？なんか瑠璃香さんもなんか赤城。水口さんもそうだった。確か。大体みんなそれが発祥なんですよ、うん、あ、そうなんですね。私きっかけ坊や鉄でした。渋いな。坊や鉄でした。そう、鉄さんつって坊主さん、あれは足立さんだったか。足立さんだった。そうです。ほら、なるほど。もうルリカファンの私はもう知ってましたよ。吉田がカンチーソーをチーしてイーピンタンヤをドラのカンちゃん泣いてますね。はい。北瀬のルリトっていうのは手の中にあった危険牌のチューンを捨て牌に混ぜて違う牌を捨てたように見せて、それでそういう技だったんです。ズルじゃん。いや、ズルですよ。あの 12巡目の打牌なんですけど、めっちゃ覚えてるじゃないですか。6巡目の打牌を上から叩いて、なんか6巡目にあった安全牌が12巡目に切ったみたいにして。え、すごいすごいすごい。いや、もうまずこの詳しさがもう怖い。すごいですね。もうどっちのすごいですか、それは。何が詳しい、詳しいのがすごい。あ、そっち。すごいのと、そのシチュエーションを今想像してみたら、そうなんですよ。すごいことが卓上で起きてるっていう、うん、それがシャアだったかペイだったか覚えてないんですよ、ね、なんかシャアかペイのを弾いて12巡目に滑り込ませてみたいな。キム、リーチ、キムがリーチですね。ドラギリリーチ、ドラギリーチでカウンビン、残り2枚。はい、はい、シャアだった。シャアです。すごい、この人もすごいですよね。即答でシャアだよって教えてくれるの、すごい。盲目の市川ね。市川が白とチュンのシャンポン待ちでテンパってるところで、チュンをね、すり替えてシャアを捨てたように見せて、なんかそこを読んでる郷さんの心境知りたいですよね。高校生だったかもしれないですね。あ、どう思うんですか、そう読んで。いや、なんかすごいなって感じですよね。普通ですけど。そこにちゃんとなんか面白さを感じてるんですか。面白さは感じてましたよ、いやいや、面白いです。いや、ずるいっすよ。だって目見えへん人に対してやるんですよ。え、うん、ずるいわ。それはで、シャアですって。切った牌言わなきゃいけないんですよ。そう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 。え、それだって何でもありじゃないですか。そうです。まあでも、でもまあ、立ち会い人がいるんですよね。周り、大勢が取り囲んでる中で、へぇー。切った牌すり替えて、すごいなぁ。で、なんかそれが5枚目かなんかでしたっけ、おかしいぞみたいになるんですよね。なんてないですか。そんなことはない。それはなかった。そんなことないって、下石さん。え、すいません。一応立ち会い人みたいなのと、その黒子みたいなのが2人入ってたんで。それは点、はい、それでしたっけ。水木が転敗しました。お、9万を切ってウーパーソース1にできるか。リーチ行きましたね。はい、うん、ウッパッソースーワンのテンパイでリーチです。吉田もテンパイ、カンローピンですね。カンローピン対カウンピン対ウッパッソースーワン、なんとなくウッパッソースーワンが強そうな気がしますが。スーワンがもうなくて、ね、ウーソーが山に3枚います。ウーソーが残り3枚います。ウーソーが3枚もいる。リーチ時点で4枚いました。いました。ウーピンは2枚、赤ウーピンも赤ウーソーも残ってますね。残ってます。うわ、吉田のカンローピンはどうですかね。カンローピンは1枚ずつ。まだいますね。ウーソーが一番待ちがいいです。そうですね。バソスーマン。スーマンはもうない。で、パーソーもないんでね。パーソーもないんで。3対1対1。3対1対1です。結構3が勝ちます。ウーピン2枚いるじゃないですか。ウーピン2枚ですね。3対2対1なんで。まあ結構何でもありますよね。ああ、ウーピンが。キムの当たり牌です。リーチ1つ、裏ドラローソは乗りません。5200は5500の
上がりとなりました。はいはい。伊勢赤城の本名はなんだっけな平山とかそんな名前じゃなかった。あ、そうそうそう平川とかそんな名前。平山幸雄って出てます。あ、そうそう、それだ詳しい人いるなすごいな、みんなすごいな。チキンランの生き残りのあの学科で知り合いやゆきおっていう感じじゃなかったですけどね、なんかね顔はもうなんか金髪とかで、なんか意外です、郷さんが赤城好きなのが。なんかめっちゃテンション上がってましたもんねすごいなんか来たぜぬるりとの説明テンション上がってましたもんね。テンション上がってましたよ、びっくり、意外。あ、これ難しいな。はい、トン2ドラ3ワン難しいですね。トン2曲、親は吉田、ドラ3ワンです。キム、はい、キムの手が良さそう。ジジイそのハイダーもありましたね懐かしいですね、フレーズが。あ、ゴブレは知ってます。ゴブレ、あ、ゴブレは最近のやつ。最近でもないけどなんかすごい長年やってますね。ゴブレって言いながら切る人が、人をよく見かけるんですよ。はい、ま、を切るってことですね。今ですかゴブレ逆上がった時に言うやつって言った方がいいんですよ。そう、あれってゴブレってなんか意味がなんかしっくりこないなと思いながらさあ、松島天杯ですね。ドラマの漫画家、はい、谷川赤赤ドラ漫画の天杯です。ダマ天、手代わりもたくさんあるし、アクズスの周りですね。ありっすよ、これ。どうせしばらく出ないと見れば、まあ、崩さなかったですね。まあ、テンパイ時でも変化ありますからね。ちょっとだけ死頃が見えてますよ、うんうん、ゴブレ300、500が一番かっこよかったな吉田、なんか今日吉田チートイツが結構多い気がします。そうですね、なんかあんまり目立ってないですね。さっきからずっとなんか吉田チートイツのイーシャンテンですって結構言ってる確かに結構言ってるなと思う。そうか、爆敗とかもあんまり通じないんでしょうかね爆敗、爆敗知らんの。爆敗知らないマジで。え、そんな叩かれると思わない何ですか。片山漫画でおバカミーコと並ぶ名作と言われるぐらいのノーマーク爆敗と。そうです、ね、あ、知ってます。ノーマーク爆敗知ってます。それは知ってます。メロンソーダ、うん、それ違う、それは違うそれはオカルティです。あ、それは吉田天杯。お、ウーアン短期、ウーアン短期で天杯リーチ、チーマンが早くてウーアン残り1枚、リャンマンも切ってて、うん、なんかそこそこいいですね。でまずの6とか7がね、場に6677と出てるんで、いい感じに出てる。まさかこんなことになってるとはね、松島さんの手が。松島は考えて今の厚もぎりリーチを考えたんですかね。まあでもさすがに点数待ちが悪くて点数もあんまり増えないんで、そうですね、これはダマ点で押すでしょう。キムがこのパワーワン転敗してます。ニャンウーワン、キムさんが現張りで張ってたんですね。おー、パワーワンプリット、この松島手代わりするとリャンワンもウーワンも当たるんですね。なんとウーワンダブロンですね危ないですよこれ。なんとさあ、キムは3色にはせず、ローワンはさすがに間4件、サブローワン危ないところですね。松島のでも手代わり牌がないですかね。リャンマンがないんで大丈夫そう。リャンワンがないと大丈夫ですね、うん、ウーワンを積もると危ないですね。ウーワン積もると危ないですリャンワンが出ますね、まあ、ただここだと2000点で済みますねウーワンが出ていくと大変ですダブロン、さあキムはリャンピンを押すか。今度2局親リーチを受けてる、うん、親リーに対して今3色を崩したところですが、リャウマンに自信がないですね。ね、うん、
ヤンマンが場に3枚目で。もうこれ3腕残り3枚はいるんですね。松島の町ドラまだ3枚いるんですか。なんとあここにいました。なので残り2枚になりました。あーこれすごい、リーチしてたら宝珠ですからね。そうですね、追っかけリーチしてたら確かに。結構麻雀漫画の話で盛り上がってますね。麻雀漫画でこれ朝までいけますからね。これいけますよ。麻雀漫画の話したらやり取りしてくださいちょっと朝まで、はい、いっちゃいます。こっちは任せてくださいむしろちょっと邪魔やったみたいな感覚。いやとんでもないです。自分ちょっと麻雀漫画知らなさすぎたなと思って。あただ僕も実はね最近のあんまり知らないんですよ。最近のっていうと90年代のはよく知ってるんですけど最近のですよね。2000年を超えたあたりからだんだん知らなくなってくるんですよあ、松島、数腕、数腕もつもぎり、中筋、現物、今通った現物ですね。今通った町にするか迷ってたんですかね。そうですね、うん、どっちも現物で、あ、ドラがここに、え、あ、キムは経典取ってるんですね。これ3万あるんちゃいます。これあ、筋の3万ありますね。これ天牌寺で3万、吉田さんに3万はそこそこ通りそうで、そうですね、短期しかなさそうな3万ですよね。そんなに危ない牌を松島さんは切ってないんで。おお、やめた、天牌色いらねえと。今日のキムは真剣ですね。なんか普段そんな真剣に打ってないみたいになってますけど。そうですよ。ガチっすよ。これ。この助っ人っていうのをいつも以上に意識してる。なるほど、男前ですもう、うん。かっこいいです。十字武雄ってひょっとして白じゃないですか。ひょっとして私の知ってるやつじゃないですか。すごい。違ったな。あんた背中がなんだ。漢字読めないです。何ですかこれ。焼けてるぜ。透けてる。焼けてる。すすけてるですね。あ、すすけてる。ウサギはまだ終わってないですよね。あ、あった。積もりました。リーチツモチートイツ赤ウラウラウラドラウピンが乗りました。6000ウォールです。やりおる。教会の人は漢字読めない説。いやいや、RMM もなかなか、ね、おっとおっとえ、まあ、なんすか次、なんすか、バレた、6000ウォールバレた。で次、チームドラウマ、はい、バレた。トン2曲、親は吉田、一本場です。ドラウマンです。あ、吉田が良さそう。いやすごく良さそう。これは赤。あ、ミュウっていうね、麻雀の弱いところも今ありましたね、どっかにどっかになんとれ、いや圧倒的に吉田さんがいいですね、うん、圧倒的にそうですね。あ、ここもまずまずキムも割と整ってる。速度だけは水木と松島の中に自敗が、そうですね、2人はちょっときついですね。吉田はかなり良さそうです、うん、順調です。お、いいシャンテン、いいシャンテン。ウサギはまだ終わってないですよウサギやってますよ、うん、終わりかけです。あ、そうなんですか。はい、ウサギってあのダイソーのやつですよね。あれ、え、ダイソー、ああ、うん、そうそうそう、ダイソーから始まったやつですよね。まあ、そんな感じのやつです。その男の子がなんか、はいはいはい、危険察知能力がすごい高い男の子ですよね。知ってた知ってた。お、これ難しい。スーピンとかどうですか。すいませんでした
ツーピンローピンでもいいですが、ウーピンを切っておくと自順のピン図のつもりに対応できるんですよね。そうですね。まあでもウーピン切っちゃいましたね。インシャンテンになりましたから。インシャンテンで、で、まあ、パーソーでも良かったんですが、はい、まあ、単用いけますもんね。単用に行きやすいのとウーピンが危ないので先に切りましたね。今のもイーソー2枚切っててフリテンですけど、はい、でもウーソーパーソーと切っても良さそうですね。これは食い仕掛けを結構強く意識してますね。多分タンヤをね、パーソー頭と見て想像357と見てますよね。はい、これでパーソーやパーピンを仕掛けていくんでしょう。わかりやすいな今の説明、うん、勉強なろう。勉強説明がね、勉強になりますね、うん、松島がイーシャンテン、はい、ロウソウ、ロウソウ予定通りかと思いきや結構迷ってますそのためのパーソーなの。あ、6チッパで泣くか、あ、なるほど、これでゴロチで泣くかってことですかね。そうか、パーソーポンに、パーソーパーピンのポンに備えるか、スソのチーに備えるか、あ、なるほど。へえ。裾つもぎられましたね、はい。あ、ここにも裾が。はい。あ, あの面前でテンパってましたよ。なかなか。あ、そうか。シャンポンよりも関数素残したんですね。はいはいはい、実際。あ、泣かなかったらピンフドラーカーカーですよね。そうです。そうですね、泣かなかったらね。泣かなかったら。泣くんで。仕方ない。泣き方ないなんでしょうがないですね。うん。この鳴き方は気づかなかったですけど、確かに想像が安くて数層が山に残ってていいですねまあただあの数層流れたのを見てた吉田さんの顔はすごかったですけどねマジかみたいな感じ、完全に出てましたよ。ちゃんとチェックしてましたからああ東京ゲームとか多分今の人は知らないでしょうね。東京ゲームわかんないです。東京ゲームわかんないです、ね、青天井のやつがあって、あの点数が全部倍々になっていくというルールで、へー、はい、キムがテンパイリーチしました。カンチーマン、カンチーマンです。リーチタンヤを3色、リーチタンヤを3色、 G1 残り3枚。これむっちゃ3色意識してあの進めてたんですよ、手配を。そうですね、ローワンとか先切られてます、ね、さすがです。一発積もりました。リーチ A リーガーです。これがタンヤを3色。いや、これよくリーチしましたね。裏ドラ連想は、うん、13巡目でタンヤを3色のカンちゃん、元から出ないと見たのか、うん、山にあると見たのか、うん、すごいなりました。3,000-6,000は3,100-6,100のつも上がりとなりました。吉田さんがむちゃくちゃ悔しがってますよ泣かなかったらね、数層3万って多分引いてるんで。あちゃー、トン3曲、親はキム、ドラは初です。やった、キムさん、これキムさん2連勝してほしいな。東京ゲームはもうあの満貫の上限なく倍々になってくるルールだったんで、あの三冠ツドラ十みたいな上がりが出てもう漫画なんで、もう何億とか何兆とかそれどころじゃない数字が出てましたね怖いな。エキシビションでもやってみようと思ったんですが、あの、はい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 、上限がでかすぎて展望が足らないんですよ。展望は足りないし、1000点とか全く意味ないし最後上がった人の勝ちみたいなやつですか。誰かが6班とか7班とか上がった人の勝ちみたいな、はいはいはい、なっちゃうんでね残念ながらできませんでした。あららら、あ、今度漫画プレゼントしてください。ちょっと漫画の勉強しようと思います。嘘かもって書いてあるけどひどいなあ、本当に。でもおすすめの漫画教えていただければ、漫画喫茶行くんで。いや、もう今言ったやつですよ。赤木と、うん、赤木ですね。赤木とノーマーク爆配当を読みましょう。ノーマーク爆配当は読んだ方がいいです。安崎さんね、安崎さん主人公ですか。主人公ですか。主人公はね、
あれ主人公がどっちなんだっていう話が、ね、難しい問題があるんですね、ノーマルと回答。確かに、まずね、まずそこからですか。じゃあそれ読みます、うん、今度。鉄壁なのか爆王家なのかっていうすごい難しい問題があるんですよ。確かに、あ、七落ちイツは読みました私。あ、それ新しいやつですね。新しいやつです、うん、あの絵が可愛くて読みました。はい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 。ブンブンレジデンスを知ってる方もいますね。すごい、今日のマースターは漫画特集漫画特集で、先ほど松島が白をポンして、うん、今赤ウソを引いてドラの初を切りました、うん、そしてキムがウソをチーパン屋のイーシャンテン、松島はトップになるにはここで一回上がっておきたいですね。今ラス前ですので2000点でも上がっておきたいです。水木は親番が残ってるとはいえちょっと苦しいですね。松島、 松島が天敗スチワンです。スチワン、はい、トイトイの変化があるんで、お泣くか、行きましたね。あ、トイトイに変えましたね。ローワンをポンしてウーワンとスーピンのシャンポンで天敗です。はい、白トイトイ、ウーマンに舞いますよ。さあ吉田は一気に染めるか、さすがに順目的にも厳しいか。ウーマン2枚スーピン1枚、あ、ウーマン来ました。このウーマンは出ないですね。これ難しいな。何を切りますか。パワンパワンかスワンスワンか、三色に変わったりするんですかね。パワーマンパワーマンパワーマンを切ってチーワンを引くと何を切るかがまた難しいんですけどローワンがポンされてるんですね。そうか、ローワンポンされてるからスチワンパワーンが良さそう。いや違うな、パワーン2枚出てますからね。うん、パワーン切ったのはこの後マンズを泣くかとかそういう兆候ですかね。お、お、やんめんにせず、これでウーピン周りがちょっと出やすくなりましたね。そうですね。赤馬いますよ、赤馬が。赤馬いますよ。でローワンポンの打数ワンなんでウーワンもあんまりなさそうですよね。はい、そこは解消したところに見えます。でもそうなると何だろうってなりませんか。確かにこの赤赤が余ってると赤ウーソを手出しで赤ウーピンが積もりです、その辺に春津がないと見るとちょっと怪しくもありますね。想像の上とかですか、六球層とか。そうですね、今コメントにもありました、六球層が本命に見えますね。ウーソーが早くてですからね。赤ウーワンがここに来た。さあウーワンとローワンどっち切るか、ポンされてるローワンかポンされてるローワン、そうですね。ウッパーピンで転敗してます。さあ町たくさんあったんですがなくなっちゃいましたね、松島の町はウッパーピンは残り4枚だと思います。4枚もだと思います。パーピン、パーピンが1枚とウーピンが2枚と。ただ吉田が転敗するとねスーピンかパーピンが出るんですよなんとかなりかなりスーピンかパーピン出そうなんですよね。次移りますが、せーの、老朽層を引くとどうするか。はい、引きました。はい、ありがとうございます。どっちに打つかですねスーピンでリーチですが、ピンだと高い方、トイトイの方に当たりました。はい、松島白トイトイ5200点の上がりとなりました。この直撃は大きいですよね。大きいですね。とりあえず2着浮上でトップまであと少し。そしてオーラスです。はい、キムが 33,800 点、松島が 33,100 点、そして吉田が 27,700 点、水木が5400点、上が競っている。
キムは泥のチュンから行きましたね。おお。もう上がるには邪魔ですからね、うん、松島とキムは上がった方がトップです。吉田、吉田は1200、1326条件ですかね。え？いや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 。なんですか。静かになっちゃった。ゲップしたって言われてますよ。してないです。何を数えてんの？点差を。あ、点差、はい。吉田とキムの差が6100点なので1300、2600のつま上がり条件ですね。はい、うん、水木はトップまで3万点近くあるので6000オール上がってさらにもうちょっとという感じ、はい、吉田、イーシャン点、イーシャン点、はい、はい、1段目に2万切ってます。売り点です。売り点ですが先に引いたらね。そうですね、まあいいですよね。はい、1326条件なんで別に振り点むしろ関係ないですね。あ、むしろありがたいまである。あの坪線のピンフになった方がいいんで先にリャンカンを引きたいですね。先にピンズをね、松島もイーシャン点。このイーマンドイツ落としは結構ショックですけどしかもスーマンコからですからね。実はこのイースはもうないですねもうないです。イーマン1枚だけ、イーマン1枚だけ、はい。ああ。吉田は面ピンツも裏位置の予定でいますよね。両ピンいらないですね、ピンフには。ええー。振り点は関係なくピンフを作ってます。キムもリャンカンとカンちゃんのイーシャン点ですからね、そんなに広くはないですよね。水木さんの3ピンが全然出てこない。3ピンさえ出てこれば、うんうんうん、お、ここが3面ちゃんになるとまだ見込みありますね。 C1 はまだありますよね。リスワはないですもんね。 C1 も1枚、 C1 は1枚だけあるいや全然違いますよE1 1枚よりは。松島天敗、3総数総どっちを切るか、後々手が割った時のことも考えて慎重に選びましたね。ただキムの現物なんですね。なるほど、吉田天敗です。天敗、これはリーチですね。で積もったら裏ドラ期待で上がります。2山、はい、吉田1と7が1枚ずつ振り点なので、あ、でも持ちしてさあどっちに受けるか、筋の急走か、ローソーのワンチャンスの小走か。ローソーと小走のシャンポンに受けます。現物なんでね、ひょっこりローソーで上がれるかもしれない。ローソー、あ、これ出ますね。あ、え、あ、はい、白先天の上がりとなりました。うん、これは仕方ないですね。トン4局終了です。トッパーキム、2着が松島、3着吉田、4着に水木となりました。傭兵大活躍、やった、キムさんでは行きましょう。キムさん、キムさんが真面目かって言われてもその。キムさんが真面目か、はい、7.9、27.9、お疲れ様でした。やっぱ強いな、キムさんは。さすがです。2連勝。2連勝。あれ？はい、コウさん。コウさんがいない。はい、それでは、知ってる人いる？行きたいと思います。はい、じゃあ、水木プロ、いかがでしたでしょうか？はい、いや、多分私寝てたんだと思いますなんとこれからが本番ですね。これから、はい、寝てました、すいません以上です。はい、ありがとうございます。続いて松島プロ。はい、ちょっと最後ね、天敗まで行ったけど追いつけなかったのが残念でしたけど、まあ3着まで覚悟したので、はい、うん、まあ
今回は大体トントンぐらいなので、うん、まあ次頑張ります。ありがとうございました。はい、ありがとう。ここから本番だから、ここから本番はい、続いて吉田プロ。寝てました、寝てました、寝てる人2人いるやん。それうちらとかじゃん。いやー下手でしたね。ねえ、あの老装チーすぐ数装つぶられた立て続けに数装つぶられ、完全に顔に出てましたから出てました、ね、マースターやってて一番下手なチーでした、あれいや、もっと下手なことやってるから大丈夫え、なんで本当に？いや、あれ一番下手じゃないですか？すごい顔してましたもん、ね。結構泣き方考えてね。そう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 。あ、確かに関数層良さそうだなって言ってたらね、良かったですね。しっかりいましたね。そうそう、2枚いた。しっかりいました。我慢が大事ですね。以上です。はい、そしてキムプロ。みぞれさん見てますか？勝ちましたよ。すごかった。すごかった。かっこよかったですか？勝ちまさすが。かっこよかったです。ああ。勝ちまよくリーチしましたね。あれね、いや一発つもでしか上がらないつもりだったんですけどね。羽根マンじゃないですね。ね、一旦トップまくらないんで。またあの傭兵のご用命があれば私まで。はい。募集応募しております。いや、また、え、また溝井チームで出てほしい。毎回じゃあ溝井チームで私出ましょう。はい、それでは続いてエキシビジョンです。今日は何でしょうか、はい、今日は寝てる人にはできないやつですよ。難しい系や。宇宙麻雀。出ました、宇宙麻雀です。出ました。はい、ルールは、1と9が瞬図でつながります、うん、891とか912の瞬図ができます。 あれね、自牌も3枚で瞬図になります。トンナンシャーペイはどれでもつながって、白髪チュンも1つの瞬図として使えます、うん、眠い人はタイヤをやればいいやつですね。そうかね、これ吉田さんがあの攻略法をブログに書いてたやつですよね。あれ違います。僕多分世界一強いですね、この周り。え、世界を倒します。じゃあ世界を倒るぞ。宇宙麻雀だけに宇宙一ですか。最初に言ってほしかったです。今放送画面に例えばが出てますね、はい、出てますね、はい、怪しい図面待ちが出てますね、はい、このトンナンシャーペイが非常に厄介で、どの3つでも瞬通になるんでね、それに5、6枚あるとなんか大変なことになるんですよ。そうですね、これはマンズのごめんちゃんとかありますね。ああ、なるほどね。あと5枚続いてると必ず3面待ちになったりと、あれ、その一番上の狙いはそうですね。そうね、いい数値です。あ、これ、大丈夫か、そうか、もう大丈夫です。この実況の方がええとか言ってますが、あなたは実況なんで大丈夫です。すごい難しいな。難しいです、はい、というわけでこの後はお手紙コーナーもあります。はい、それではしばしお待ちください。はい、ニコニコ生放送をご覧の皆様、大変お待たせいたしました。お手紙コーナーです。お待たせしました。お待たせしました。はい、はい、では行きましょう。行きましょう、はい、じゃあ早速行きましょう。はじめになんかたくさんいただいてありがとうございます。どうしよう、最初に全部取り上げられなくなってしまいました。ちょっと最初にこれやっちゃいます。それ行きますか。はい、お名前こうかさんです。性別女性の方、いつもありがとうございます。いつもありがとうございます。マスターの皆様こんばんは。いつも楽しく視聴しています。早速ですがちーちゃんにお願いがあります。実は私今日ある雀荘でニーズ代表のモノマネをしたんですが、誰にも分かってもらえませんでした。そこでモノマネが得意そうな夏目のちーちゃんに麻雀好きの方々が集うところで、うん、受けそうなモノマネを伝授していただきたいです。お手本ください、よろしくお願いします。おー、素晴らしい。これは完全なる無茶ぶりですよ。いい、すごいとこから来たね。これニーツさんの真似とかなかなか難しい、マニアックなところやりますね、うんうん、むしろ見たい。何をやったのか気になるところですね。いやでもこれはでも、うん、あの大井代表のモノマネとかいいんじゃないですか。大井さんのモノマネとか。大井さん、大井さん、はい、結構ルリカさんもやってたんですけど。おいさんどうや、おいさんどうな、やってみてください。やってやって、ね、もっと俺を褒めろよっつって。
でも私ね多分猫背なところがね一緒なん。ああ大江さんはなんかこうってきてこういくよね。行きます。今あの映ってないから映ってないところで一生懸命松島さんが体を使ってやってますが、感情がもうなんか見て取れるような感じがありますけど、あの捨て灰を不思議そうに覗き込んだりとかね。そうです、うん、ほら大井さんだったらみんな、でもみんなわかる。それはでも俺を褒めろよって言いますよ、うん、そんなに褒めてほしい、ね、そう、うん、コメントも欲しいし褒めてほしいしそう欲しがりなんだから。そうなんです、欲しがりさんなんだから、うん、なんかでも他のある他、うん、ルリカさんとか難しいもんな意外とね。そうなんですよ、うん、言うてもそんな方向ないんで、ちょっとちいちゃんモノマネ得意そうって完全にそんなキャラだっけちいちゃん全然そんなことない、全然そんな。でもルリカさんの方がねすごい、そうだね、モノマネができるの。あのリンリンとかは全然似てないけど、あの度胸があるからずっとやっちゃうもんね。 でもね、逆に今度ルリカさんに伝授していただこうかと思います、うん。郷さんモノマネなんかないんですか？モノマネはやったことないですね。ちょっと村上さん。デビューします？デビューはちょっといいや。モノマネデビュー。モノマネデビューが麻雀してるとこならともかく喋りは難しいですね。今声しか入ってない、うん。そうなんですよ。そっか。発声の仕方とかないですか誰かの？発声の仕方。こう数あるこう強豪たちと戦ってきたわけじゃないですか。やっぱその中にはこう個性的な方たちもいると思うんですよ。はい。いやあんまり考えたことないな。もうめっちゃ声高くて元気な人とかはいるけど、うん、あんまり思いつかないですね。あ、押田さんの手はできるかもしれないですね。手でしょ、なんか手でしょ、声しかないからでもなんかすごいたまにやっぱ変わった なんだろう発声の人いるよね。2文字でそんなによ よくなんか個性が出るなって思うけど。確かに、ね、確かにそう。でもモノマネ有名な人だと難しいですね、うん、という感じですかね。すいません、ちょっとできないです。はい、というわけで次に行きたいと思います。はい、続いて将棋好きの麻雀ファン、うんうん、性別は男性の方です。いつも楽しく見ています。マンスタとは別の話です、申し訳ありません。麻雀の鉄人を見たくて入会し以来続けてますが、最近鉄人がなくて少し残念です。いろいろな都合もあると思いますが鉄人をやる予定があるのでしょうか。ないからって大会はしませんが、また見たいなぁと。鉄人で活躍する小林ゴップロがぜひ見たいのでお願いします。あ、なんとありがとうございます。でも嬉しいですね、見たいって言ってもらえるのは。また、予定はないんですか？ないことはないんですが、オファーして断られたりとか、実はね、いろいろ探してはいるはずなんですね、うん、この前、そうですね、藤田さん以来やってないですね、だからまあ鉄人とその東海列伝なんとか祭りと獅子降臨といろいろやってますが、はい、そうですね、次は獅子降臨が10月にあるのかな、うん、確か10月にありますね。9月はあれですよね、スリアルチャンピオンシップの決勝戦。あ、そうですね、だから鉄人はもう常に人を探して声かけてといろいろやってますんで、うん、はい、なんか我こそはっていう人は無理か、我こそはという鉄人は無理か、鉄人挑戦者に立候補はなかなか難しいですね。そうですね、でも言うだけならただなんで確かにそうですね、一周されて終わるかもしれないけど、ね、どんな人がいいですかね。結構難しいんですよね、うん、この人をぜひみたいな。そうですね、でも本当にあの話題になってる人をすごい頑張って呼びますよね、スリアルさん。そうですよ、結構頑張って呼んでるんですけどね。勝間さんとかもそうだったし、藤田さんなんてもうね、本当に絶対見たいみたいな感じじゃないですか、うん、確かに、うん、この後もまたお楽しみということで、常に探してますんで、うん、お楽しみにということで、またやると思います。はい、はい、そして最後ですかね。最後ですか？最後にしましょうか。最後なの？これかこれ、どっちにしましょうかね、うん、どっちでもいいんじゃないか、どっちもできないのかな、どっちかで。じゃあまずはこちらでいきますか、はい、はい。終盤のファンタジスタさん、性別は男性の方です。質問したい人、松島桃さん。皆さんこんばんは、いつも楽しい放送をありがとうございます。スリアロの料理の鉄人松島プロに2つ質問です。先日とある雀荘で
伝説の兵器ゲフンゲフン、伝説の料理ベーコンボを振る舞うという泣く子も黙る驚愕のイベントがあったそうですが、やってみてどうでしたか？その時の様子について教えてください。また今期のマースターに出ているメンバーの中で誰と料理対決をしたいですか？水木プロとのリベンジマッチでしょうか？よろしくお願いします。はい、うん、まずベーコンボイベントは普通に持ってってなんか食べたいって言ってくれた人に食べてもらったんですけど、はい、あ、まあ、何をみんな想像してきたのか、あ、一応食べれるみたいな褒め言葉をいただきまして、ちょ、はい、食べれるよと思いながら、何食べ物だからと思いながらやってて、でもなんかね、なんかすごいみんなちょっと、だって昆布とベーコンですから食べれるんですよ、それはもちろん。確かに。そう、みんな何を思ってきたのか、あ、思ったより普通、あ、食べれるわ、なんかみたいな感じでちょっと元気なくなっていくみたいな感じだったんですよね。みんな何を期待してきてたんだろう。あ、なんかみんなもっとこう、もっともうなんかバケツがいるようなものを想像してたみたいで、意外と食べれるよって。そうなんですよね。でもあとね、改善したんですよね、私一応。あの、大きすぎるとやばいっていうことが分かったから、あの、結構ちっちゃく切って、あ、一口サイズってことですか？そうそう、あ、もう3倍ぐらいの大きさにすればよかったなと思いました。だから逆に、うん、あとはね、あの、煮るときにプラスチックの用紙を前は使ってたんだけど、あの、プラスチックの用紙が曲がったのね、熱に負けてってことですよね、きっと。そうそう、で、あゆちよしえちゃんが、あの、審査員だったあゆちよっちゃんがさすがにこれはダメって言ってたから、うんうん、お客様の健康に被害があったらいけないので、あの、普通にそれは使わず普通の用紙で見たのが、ちょっとみんなの期待を裏切っちゃったのかなって思いました。でもなんかね、そう、いや、でもみんな美味しそうに食べ、美味しそうには嘘ですけど、あの、普通に食べてくれました。なるほど、ありがとうございました。誰か戦いたい人いますか？料理対決したいなっていう、マンスターのメンバーでっていうことだったんですけど、どうでしょうね。水木エリちゃんとはいずれもう一回やってもいいかなって思ってて、で、見たいです、うん、マンスターメンバーか、どれがいいかな。トミちゃんと、トミちゃん、トミちゃん、普通にトミちゃん器用そうだからね。でもね、トミちゃんなんか、あ、でもできなかったら面白いからトミちゃんも呼んでみたいな。ちーちゃん、ちーちゃん普通にできそうだな。でもな、誰かこの前 ご飯作ったの、うん、あ、そうそう、ツイッターですごい褒められてた。じゃあ、うん、ダメだって。あ、でも分かんない。でも大体なんだろう、でも審査員で出たいんですよ。本当に？はい、本当に、はい、お呼ばれされ、お呼ばれされたいです。あ、そうか、もてなすからさ、でも、はい、そうだよね、お呼ばれされたいです。おお、なんかね、審査員に来たいっていう人はね、本当にね、いっぱいね、そう、いるってくれるんですけど、料理人で出たいっていう人がね、あ、でも料理人でも、でも出たい、お呼ばれされたいです。わかりました。やった、ゲストでいつか。なんで上手い人を呼ぼうとするの、みんなコメントで。なんかでもあれですね、やっぱ近々四天王対決みたいなのをスペシャル版でやりたいですね。み、水木、大川、足立、松島みたいな今までの、ね、今までのいい勝負した人を呼びたいですね。あとは大体、あの、ちょっとなんか勝負じゃなかったんで、なんかお勉強会みたいな感じだったんで、私の獅子降臨とまだいかないですけど、獅子降臨でもいいんじゃないですかね。怒られるかもしれない。獅子降臨。もあれです、あの、それ審査員も多めに呼ぶんで、ちーちゃんおいで、じゃあその時。え、行きます、行きます。番確定ってどういうこと？団体対抗料理対決。いいじゃないですか。団体。ゴーさんミュー出てますじゃあ。え、でも料理する。ゴーさんといい勝負できる気がする。ちょっとね。ゴーさんの餃子はみ出てたもんね。いや、ありですよ、ありですよ、大いに。なので楽しみですね。そう、楽しみですね。はい、はい、ありがとうございます。その時は僕は審査員で行きます。みんな逃げの姿勢がすごい。はい、じゃあという感じ、そういう感じですね。なんか終わりかな、どうしてる、なんか誰か呼んでくる、いや大丈夫です、すみません、思ったよりたくさん来たので取り上げられない方もいて、すみません、はい、すみません、ありがとうございました、ありがとうございました。じゃあまた間もなくエキシビジョンマッチが始まりますので、皆様もうしばらくお待ちください。お待ちください。ニコニコ生放送をご覧の皆様、お待たせいたしました。ただいまよりマースターリーグエキシビジョンマッチを行います。本日のルールは宇宙麻雀といって、
数字の1と9が瞬図としてつながります。またトンナンシャーペー、白髪チュンもそれぞれつながります。でルールは連チャンなしの8曲で行いたいと思います。皆さんご準備よろしいでしょうか？はい、はい、では始めてください。よろしくお願いします。はい、このルールはまあ、先ほど小林プロからも説明があったように全部つながってるっていうルールです。これは8曲でいいんですか？8曲、はい、連チャンなし8曲で行います。はい、あれ、キムは普通です、ね、危ない、今急走つもぎろうとしてましたよ。リャンメンできましたよ。リャンパッソーのリャンメン。これ実は白髪チュンがそのあんまり良くないですよね。あんまり良くない。白髪チュンだけ一種類待ちになるんで、ピンフにもできないです。なんか数ワン、四が全部切れてるペンちゃんみたいな感じですよね。1、2、1、2みたいな感じですよね。ただのペンちゃんです。みたいな感じですね。それしかないよってこと。あ、4が全部、ああ、わかりやすい。普通のマージャンでね。はい。はいはい。さあ、動きが怪しい。はい。そう、このトン1枚がね、結構使えるんですよね。うん、さあ、ここでイペイコーの両面待ちができそうですね。93待ちの3年高めイペイコー。3キューピン。はい、トン1曲、親、松島、ドラ、3ワンです。ここは結構でもいいですね。いいですね。そうですね。レアシャンテン。吉田はこのルール強いんですよね。本当に。宇宙一強いらしいですね。宇宙一強いって、こうブログに攻略を書いてたんですよ。はい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 、はい。得意すぎて、はいはいはい、それがすごいね、勉強になったんですよね。あ、じゃあ本当に攻略なんですね。そうです。はい、略ないですよ。本一じゃないですか？本一ですね。あ、白八一位しました。いや、私初めて見ました。でも白八役ないですからね。さすが見せてきますね。いや、本一に行ったんですね、きっと。これはダブルメンツなんで、まあ4はいらないですね。ダブルメンツって言った。お、これ何かで、何かでできず、変わらず何かで言い例えてほしいですよね。お、あ、これは3344と同じですよみたいな。そう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 、はい、ああ、はい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 。さあ、これはイスチーピンの3面ちゃんができたので、あ、ただチーピンを切ってるんですね。ほうほうほう。フリテンイスチーピンにするか、フリテンじゃないウーパーソーにするか。はい、あれ、これ初チーがやりたかっただけ疑惑。いや、あ、それあります。それは僕もそう思ってましたけど。あ、また初引いてきました。は、いや、これはもういらないですね。お、お、普通な感じですね。やんしゃんてん、あれ、普通だな。お、着々と。このつながり方はややこしくなってきた。むむむ。そう、このルールね、本一がすごい難しいんですよ。僕も自信ないです。なんだこれは。これはあれですよね、関連腕ですよね。ん、関連腕なんですか？なになに、667、667の形と、うん、891と、あの135の連環みたいな感じですよね。いや、 5と6つながってますから、うん、もうなんかいろんなパターンがありすぎて分かりません。いろいろってことですよね。はい、とりあえず何が来てもいいってやつですよね、きっと。多分そんな気がします。そうですよね。気持ち、あ、何これ、これは難者はダブルメンツですね。つもぎりました。やっぱりこれ何に開けばいいか本当わかんない。ん、これはなんだ、テンパイが。でももうわかんなくなってるやん。もうわけわからん。ん、これでも地球テンパイする可能性が高いですよね。むしろ今テンパってる可能性もありますよ。もうわかんなくなってますよ。これ画面、本人もカチャカチャしてますよ。91山田ノートですね。ゴロロチ、なんかゴロロチの133みたいな、くっつきですよね、きっとね。あ、これはもうキムさんのカチャカチャしてるの見てるんでね、マンズ何も切れないですよ。これカチャカチャしてるの見てるんで。
やばい、夏目とこれ打ったけど2分くらい長考してたなって。さあ松島が普通のリーチです。地球リーチ普通ですね。普通にいい町先輩バニ5枚見えなんで、ね、想像良さそうですね、うん、バニ安いんでね。がしかし、がしかし、言いそうがね、山に1枚裾が残り1枚。はい、さあキムは何か出たら泣けるんでしょうか。ただマンズが出そうな雰囲気がないですね。これはみんなマンズ高いですね。あ、これは多分テンパイです。いや、これテンパイです。これは13シャンポンにしかならないですか。カンリャンマンもありますね。891で見てカンリャンワンか、うん、3万切ったらカンリャンマンですけど、それを切ると E1、3万のシャンポンか。1、3シャンポンですね。もう関数マンにも取れたけど、あ、関数マンもいけた、うん、はい。さあ1、3シャンポン対イースーソー、もう筋が全く関係ないんですもんね、このマージャン。全くではないですね。筋が2と5が切れたら8が通るみたいな感じですね。中筋通る理論ですね。両面が一つでも残ってたらダメですね、うん、中筋は通る。これはウーワンを切っちゃったんで関数ワンなら上がっていた。そしてリーチ者にはマンズが2しか通ってない。そうするとこれはもう自分の都合で4を押すしかないですね。イケイケバンバン。あ、チートイツチートイツに4枚チートイですね。得意の。あ、もうこれはこれは両面になるやつですね。7万切ったらパー両面ですか。1か7切れば両面のテンパイですね。5までありますね。5はないな、うん、5はないですね。8、2の両面です。いやー、頭使う。くしゃみも出るわ、そら。普通に上がりましたね。普通で上がりました。リッチ、ピンフ。リッチ、ピンフ、赤ドラ。赤ドラ、1万2000点の出上がりです。今、見逃しそうになったんですかね。ちょっとロンの発生が遅かったって。危なかったですね。寝てたな？抑えないでぶっ放ってほしいです。できないんですよね、それが。いや、これぶっ放って、いや、自分自体はしてるでしょ。いや、本当にできないんですよ。親にもそ、くしゃみできてんのって言われるんですよ。ああ、くしゃみが苦手ってことですね。そうなんです。はい、できてんの、できてんのって、おっさんみたいなくしゃみ言われてますよ。ポッペクショイみたいなやつですね。キムが、キムが困ってる。うん、なんでしょう、普通に切れそうですけど。今日のルールは数字の1と9が瞬図でつながるというルールです。はい、自敗でも瞬図ができます。できます。吉田さん、あんだけ得意って言ってて結構長考してますよ。いや、結構忘れちゃったんじゃないですか。ブログにまで書いて、うん、昔すぎて。ちょっと後でチェックしとこう。いや、結構ね、結構すごいいっぱい書いてます、確か。文豪のくしゃみが世界一。知ってます、郷さん。いや、わかんないです。僕、昼寝してたらこれで起こされたんですよ。文庫のくしゃみで。はい。そんなことあるんですか。どういうことですか、それ。あの、協会の女流 A リーグの放送があったんですけどね、はい、ついこの間、あの、キムさんが解説してたっていう、実況してたやつ、はい、実況、はい、してたってやつで、もうその時がやばくて。解説のくしゃみで起きたんですか。くしゃみで僕、起こされたんです。やばいから、本当に。あ、キム水槽切り。あ、テンパイしました、これ。あ、なんかまた普通のスチーピンですね。スチーピンでテンパイです。
高いです。リーチ、ピンフア、カーカー、高め、いい傾向ですね。この早いリーチ、筋がないんで、筋もワンチャンスも通用しないんでね、本当厳しいんですよ。確かにそうです、中筋ぐらいしか両面が両方ないよっていうのじゃないといけないので。確かに。これは5連続系なので3面チャンですね。あ、これトンシャーなんでもいけるんですよ。トンナンシャーペイは1枚ずつなら何でもいけるんですよね。ただトンシャーとかでなんとペイならピンフつかないとかあるんですよ、ね、そうですね。トンシャーだとカンチャンカンチャンで、これなんペイもカンチャンですね、あ、トンとシャーのカンチャン、これ相当だからトンナンシャーペイ切りづらいですよね。そうなんですよね。さっきから皆さんなかなか切らないですけど、さあここで頭ができて、ここは両面じゃないので両面待ちのウーパーソーの方を大事にするか、まあ、ローソーが筋なのでローソーにしますか。はい、イースーチーピンウーパーソーのインシャンテ。そうですね。むむシャアを切りたいが、このトンナンシャーペが場に1枚も出てないんですよ。確かに。やっぱこうなるんすね。そうなんですね。このルールは。ここは三面ちゃんに関係ない9ピンですね。まあ、形上はペイを切りたいんですが、9ピン現物ですか、ね、9ピン現物なので、あれやっぱ自敗がもう9ピン頭にして自敗待ちにしようと、はい、なるほど。トンシャーナンとウパソリ、ウパソリね。これでもまだ4枚ぐらいいるんじゃないですか。そっち、あ、テンポありました。おお、やりましたね。生ですね。リーチです。ん？あ、リーチやね。生点。生点。生点にしました。今、ウーソーの統一落としが入ったところ。さあ、キムはトンシャーペイを切らずに本一ですね。はい、これは松島当たりです。一発で出ていた。ピンフ、ドライチ。2000点の上がりとなりました。これちょっと宇宙っぽいの見れましたよ。宇宙っぽい、ね、確かに。5面ちゃんよりも自敗を重視しますね。5面ちゃん、はい、3面ちゃん、トン3局、親はキム、ドラロー1。歴史の女王、あの松島さん、あ、さあ今から本番だって言ってましたからね、さっき言ってました。いやいやいや、さっきまででしょう、リーダーとは言いましたけど。水木さんも、さあ今から本番ですね。さっきまで寝てましたから、水木さんは。北メンツできました。おお、トンナンシャー。昨日数ワンから行かなかったですね。孤立の数ワンを残して数ピン両ピン切っていました。はん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 。数腕のくっつきと U1 のくっつきを見てるんですか。そういうこともなくですか。そうなんですけど、まあ、ピンズのくっつきもあるんでね。なんで数腕残したんでしょうこれ。あれなんでだろう。ん、1通が見えてきた。ん、1通が見えます。1通見えますね。ちなみにこの1通はどこから始まっても1通です。あの1から始まらなくても、あー、なるほど。2345678911でも1通です。松島、松島が、ん、トンペイなので何シャー待ちのピンフですか。ピンフではないですね。やめます。あんこがあんこがあるので、ああ、そうじゃないです。さあ、なんだ、地球人いるよ。地球人が三層で止まっている。これどう泣いてもいいんですけどね。一通にするためにクイッツをどうにか作ろうとしましたね今。確かにあの形だとどう泣こうってなりますね。多分どう泣いてもなんか両面が残る普通ですね。あ、あった。
あ、繋がった。これペンチーソーじゃないんですよね。イースチーソーになるんですよね。やっぱパーソーと、自敗が両面でしたね。ここ、トンペ、あ、もうわからん。あ、わかんない。これはわかんない。やばい、これはわかんない。あ、すごい。イースーソーの三度受けぐらいになってますよ。イーソー三度受け？イースーチーソー三度受けじゃないですか、これ。三度受けになってる？いや、そんなことないですか。そんなにいらないです。だって小通2つあるから二度受けまで。松島積もりました。はい。リーチ積も赤いち。もう全然わからん。ドラドラノーワンは乗りません。結構わかんなかったですね。はい、三度受けではなさそうだ。まあ普通にパーソン級層のシャンポンとトンペイと。イースチーソーとイースソーって違う。イースチーソーとイーチーソーですね。イーチーソー。イーチーソー。チンステンパイ？もうわからん。わかんない。試合大事？でもあれ、自敗が両面。自敗が両面。やっぱ89シャンポンとしか見えない。普通に本日のいいシャンペン。そうなんだこれ。これ難しい。この三段射程はどうすればいいんでしょう。いや、残しといた方がいいんですよ、ね、残した方がいいのが分かるんですけど、何射程で二メンツできてますね。二メンツできてて、さらに余ってる感じ、あ、違う、余ってないのか。トンナンシャと233みたいな形が残ってるってことですよね。うん、あれはそう、そうですよね。いや、違う、春通が丸々二つできてる。え、6枚ありますよね。あ、そうです、分かりやすく並べ替えました。これで春通二つです。あ、本当だ。え、ナンシャーペイのシェーシャーペイとシャーペイと、あ、二メンツあるだけですか。二メンツある。あ、ドラ2枚使った二メンツですよ。ただの二メンツですね。すごい、ツイーソー、ツイーソー、ツイーソーしてほしい。ツイーソーめっちゃむずいっすよ。え、できますよ。みんな嫌いへんもん。自敗出してくれないんです。あ、そうか、みんな自敗使うんですもんね。需要が、需要と供給がね。あ、これなんかチートイツとか。いや、もう両面と両面と初発作っていうイシャンテンですね。あ、はいはいはい。両層パー層とちょっともう一個よくわからないイシャンテン。ブロックで分けちゃって。うん、これは3ピンで合ってます ね。そこは両面と556ですからね。あ、あ、ややこしいの来た。あ、面白い。イペコ完成しましたよ。イペコあるんですかこれ。シャーペイ飛んでイペコできましたよ。あ、イペコあるんですね。もう笑ってますからね。これツイソチソイツ見えますね。そうだ、そのためには何切るんだ。イソキューソン切らなきゃいけない。とりあえず名本チートイ言っときます。簡単にしましょう。ツイソチートイになる前に上がっちゃいそうですから、ね、え、これ自敗ポンしたくないですか。あ、こうした、単純に小数詞がありますね。うん、ドラドラですもんね、しかもね、これドラガシャー、ドラガシャーで、イペイコを決めて、イペイコとチートイツ上がりましたね、うん、あ、なるほど、あ、ハク、一応小数何かが起こるかもしれないから取っといた。これイースチーピンの3面じゃできましたね。できましたね。ターツオーバーのリアンシャンテン、難しい、泣いてほしい。あ、ハツ泣かなかった。ポン点取らなかったですね。ハツポンですよ。ハツポンして、ポン点役なし？いや、ハツがい。ハツドラドラです。ハツドラドラ。ハツドラドラです。もうわけわからん。ハツドラドラの17待ち。リアンソーパーソ？28待ちですね。28待ち。あ、そうか。91があるんで、そうか。28待ちです。どうですか？あ、なんだこれ。あ、面白い、面白い、面白い。いや、これ、泣こう。これ泣きません？これ泣きましょうよ。ペーペー。あー、ガッチャガチャ。やばい、これは分からない。パーマンを、パーマン統一落としとかで本一のインシャンテンですよね。ペーと、ペー初？これは、え、多分今、自敗二メンツの両面が残ってるやつですよね。うん、そうそう、自敗二メンツと両面とシャンポンが3つあって、そうですね、選択やつですよね。ペーも3枚、4枚使いのシャンポンとかで。ですけど、あ、ほら、ね、見せますね。個別だ。これはもう、さ、これはどこかを両面固定が良さそうですね。え、これ何引いたらどうするんですかね。何引いたら、どうするんでしょうね。何引いたらどうします？
何引いてその後ですよ。何引いたら普通に通いそうですかね。ん、ああでもチートイテンパイになっちゃうのか。お、さあ吉田がリーチ。これはトンペイ待ち。トンペイ待ち。トンペイは出ませんよ。トンペイ出ませんいや、ペイ出るのかこれ。もしかしたらチートイでテンパイすると出てるかも。いけいけいけ、このペイチートイになると危ないですね。いけいけいけなんか地球人っぽいキムさん。いやいや、1897でないともうあの時点でもう装置してました。いやもうこれついていけないっす。ドーン。おっ、うん、あこれあれですよ、低発待ち。低発待ちですね。他にあるかな。え、違う、え、これじゃあ発がちゃんとの南車待ちになるんですよ。あ、南車ペイ発待ちだ。南車ペイ発待ちです。初ジャントーのナンシャーペー、トンナンシャーでトンシャーペーだから、え、シャーがあるならトンもあるかな。え、とりあえずナンペー待ちは分かりますね。あれなんか違う、トンとシャーのターツなので、トンナンシャーペー初待ちですかこれ。あれシャー、僕ちょっとトンとシャーが分からないですが、ナンはカンちゃん待ちになるんですね。ナンはカンちゃん待ちですね。ナンはカンちゃん待ち。ナンペイ初パ、ナンペイ初？トンとシャアが当たれるかどうかちょっと分かってませんそう、これナンのカンちゃん待ちにも見えますが、トンシャアってある場合はペイのカンちゃんにも見えますから、な、これナンペイ初は分かるんですよ。トンペイのカンちゃん、ナンシャアカンちゃんにもできるんですよね。そうです、ナンシャアペイ。だからトン以外、え、タトン以外、あ、無理か。これはツモですね、ツモ。トンシャーペ、ツモ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 です、ツモツモツモです。モモさん、ツモです。ツモツモツモ、ちょっと少数詞みたいな。向こう行きたい、向こう行きたい。ツモですよ、それツモ、メンホン、3個ある。4枚目引きますか。めっちゃメンホンしてるやん。これ3個つかないやつ。だってあんこ2個しかないですよ、これ。ちょっと待って、ちょっと待って、ツモです。そこで分ければツモです。お兄さんつってこれトンナンシャード受ければね、分かると思うんですね。あ、まあ、これでもいい。来た来た、大丈夫大丈夫。あ、それはダメ。その分け方はダメです。それはダメだ。それダメです。モモさん、違う手と初だけ分けて。すごいハタハタしてる。さっきね、トンナンシャーで分けてください。トンナンシャー、トンシャーペイで来い。あ、そう、それで分けると大丈夫。あ、それダメ。それカンとか言い出したらどうしよう。これで左側に入れれば瞬突2つですよ。気づいて、トンシャーペンのね。気づいて、トンシャー、トンシャー、トンシャーですよ、トンシャー。気づいてあ、気づいた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 。めっちゃ目大きいよ。え、気づいた、ね、気づいた。シャンポンに気づいた。シャンポンに気づきました。シャンポンの方でね、やった、うん。ツモメンホン、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 ドラドラ、安っ、ツモメンホン、ドラドラ、安っ、36000じゃないですか。そうですね、ツモメンホン、ドラドラ、36000ですね。はい、もうちょっと高さいけど、でもあんこ 2個しかないですからね。ダメツモ、イーペイコーじゃない方でしたね。ヤクマン風、イーペイコーじゃない方、ヤクマン風、ハネマンすごいな。いや、楽しかったです今のは。もう楽しい。これ結局トンとシャアの街はあったんですかね。なんでトンシャア、トンシャアで見る、あ、こう見るとシャアの街はあった。トンはない、トンだけないのか、あれ分かんない。後で検証しましょう。トンだけないとかおかしいですよね。トンも2枚、シャーも2枚。ただ、いや、色の分け方とかありますね。誰かボールペンとか持ってないですか。はい、難入しました。目は待ち、元が中層です。うん、分かりません、後にしましょう。待ち分かんなくてリーチしづらいですね。勝負論になる可能性があったこういうのってポンとシャアが待ちか分かんないのが不安なんですよ、その、うん、なんとペイとハツは分かるんですけど、分かったとしても残り2つが自信なかったので、うん、
ってリーチはしづらいですね。多分簡単ですよ。はい、次行きましょう。次、はい、これ多面待ちの話はね、もう時局には忘れた方がいいですよ。あのよくあるんですよ、あのメンチンの話とかをしてて時局になっちゃってパニックになる。どっち切ればよかったかななんていう話をね、始めるともう分かんなくなります。確かに。トンナンシャペは4つで循環してるからね、お崇拝より難しいんですよね。お、いいシャンテですね。リャンカンリャンメンのいいシャンテです。リャンパーピンとスーローソン、ね、うん、じゃあ運動固定で街が4分の1になる。何をやってるんだから。リャンメン嫌いましたよ。本一が好きなんですね。きっと国史、国史じゃないですね。地球人いますね。地球人が、ここはイーシャンテン。パーソーとかどうですか。これ急走を切るとね、ピンズとトンのくっつきです。はあはあはあ、それが広そうな感じです。あ、でも急走へのくっつきもまあまあ広いんですね。あ、簡単にした。もうトンナンシャペー懲りた。もうやだみたいな。これトンのくっつきなんで、トンナンシャペー持ってくればテンパるんですけど。結構優秀なんですけどね。まあくっつきなんでね、まあ、地球人発見。これジャンプ固定の、あ、3色を狙ってますね。テンパりましたね。8頭の82待ちか老朽ピン待ちか。おお、28か69かリーチ。6と9がたくさん出てるので28待ちにしましたね。28待ち。キムさん意外とこのルール苦手なんですかね。いや、どうでしょう。なんかルールを生かした面白いことをやろうとはしてると思うんですけど、ずっとポイントやってますよね。確かに189でずっと泣いてますよ。189で白髪症も泣いてます、ね、確かに一番楽しんでるまである。なんかこうぐっちゃぐちゃになってほしいですね。手の中が。いや、さっき十分ぐっちゃぐちゃ。わけわかんないわけですよ。さっきこのルール始める前に両手だけは出さないでくれって強く言ってきたんですけど、ずっと両手出てましたもんね。出ちゃいますよね。今のはしょうがないですね。そうですね。カチャカチャしてましたね。これはリャンカンにするかシャンポンにするか、まあ、現物の3層ですね。これはテンパってはいない。何頭のシャアへのくっつきにして3ピンかチーピンを切るか、はい、チーピンが現物ですね。イーシャンテンですね。イーシャンテンですね。かなり広いですね。あ、3層を切った後に質問するそうです。あ、降りた。ニャンシャンテンに戻しましたね。ノータイムでドラ行きましたよ。キムさんは、キムさんはもう楽しんでます。このルール絶対楽しんでますよ。いけいけ。 おあ、テンパイです。テンパイ、あ、予定通りピンフ三色に地球人が綺麗な手作りましたよ。あれ考えてるな。何か面白いことを考えてるんですかね。え、これもしかしてノーチャンスでリャンソーとか切ったら面白いですよ。三層がバニ2枚目。あ、さすがにリッチ行きました。間違えた。間違えた。これはやばい。リッチも待ってるだけですか。どうしよう。これ両手が出てしまうんですよ、人は。人は不安だとね。あれでも水木さんは間違う。普通ですね。何を、なんか不安なことがあると両手出ちゃうんですよね。ナンバスですね。リッチピンフプラドラ乗りました。5800点。
これピンクつくんですもんね。なんかさっきから松島さんしか上がってない気がするんですけど。そうです。だいたい上がってますよね。さすが本番。さすが。さすが今から本番って言っただけありますね。歴史的に強すぎる松島さん。四枚麻雀も強いでしょ。強いです。カフ総得なんで。第2曲ドラ E1 いや吉田です。なんか吉田さんの良さが出ないですね。そういえば転廃しましたっけ。公約してるんですね。転廃してないんですよ。キムさんが両面から切っていく。今結構ノータイムで両面を切っていきましたよ。とりあえず吉田の体が前に出てきましたよ。前のめりになってます。あれおかしいなって言って、後でブログ見よう。いやぜひ。松島手がいい。松島さんイーシャンテンでしょ。リャンメンリャンメンのイーシャンテンでした。そうですね。リャンメンリャンメンというか、あのヘッドがヘッドがない、頭がない、あ頭がないリャンメンリャンメン、うん、手広いやつですね。そうです。いい感じ。お牛だ。普通に怒りましたね、手が。染めてほしいな、そこから。これは緩急マンはいらない。なんで、イーソーが残っていますけど。あれ水木、今、緩急ソー、緩急マン続けて外したんですよ。気づいてるでしょうか。パーマンなんか水木さんは自然と地球っぽくなっていきますよ。いや今のは気づかず外してるからじゃないですか。おできましたね。かなり地球っぽい。みんな切るの早いね。うん、慣れてきたんですか。簡単な時は早く切りたい。おおパーツ戦略続々と普通の人になってきます。リアンティンスチソスチマ、これは難しい、まあ、普通の麻雀として難しいですね。キムさんがソーズに染めてますね。そうですね。で吉田さんがマンズですね。マンズっぽい、うん、そして普通よりね馬強が1球杯が捨てられにくいので、うん、ちょっと気持ち悪い馬強に見えるんですね。馬強がわけわかんないですね。これむずいな。あ一緒、キムが染めてるソーズは外しましたね。松島はピンズの大半で転廃ですね。ペッカ貫通だ。ペッカ貫通。ペッカ貫通。二面図できた。さあキムは瞬通ができてどうするか。壊した。どうしても法律にしたいらしいですこの人。続いてないパターンもありますよ。これ吉田さんマンズ2から8で転廃ですね。はい。続々と。9でも OK ですね。あ、2から9、ごめんなさい。2から9なんで1以外で OK。 松島も3ピン以外なら転廃ですね。3ピン持ってきましたね。キムさんがお構いなしに。お構いなしに転廃しました。あ3色リャンパーピン、3色は崩れましたがリーチピンファーカーカー。うわいい町。リャンパーピンですか。リャンパーピンです。あれこれって唯一テンパらない E1 じゃないですか。何ですかこの人たち。8種類受けのイーシャンテン。おー全然出ました。リャンピンが一発で出ましたね。リーチピンフ一発赤赤裏ドラ急走70点点すごい7万点待ちです。そうですね、一人で上がってますね。なん3曲黒も出ましたね。いやわきむ、グラスワン恥ずかし棒が出ました。恥ずかし棒って言いますよね。恥ずかし棒が出ましたよ。お、そうだ。イーシャンテン、イーシャンテンですね。ハズレピンと、なんとリャンス、この普通っぽい感じ。イーシャンテン、なんかできましたね。心なしか吉田さんがちょっと打牌が強くなってる。上がりなさすぎて。私の勘違いだったらいいんですけど。多分
ももさんは楽しくてしょうがないと思うんです。すごい楽しんでる感じがあるんですけど。ももさん今カンちゃんかペンちゃん払いましたよね。初チュン、白、ね、白マチ、白の受け。ももさんは。あれ？これ繋がってきてわけわかんなくなるやつですね。いけいけ。マッチもかなりやつですね。あ、一メンツできましたこれ。一メンツできたやつですよ。ん、これは簡易層もあるんか。簡易層があるんで、簡易層、カンパー層があるので、まあでも2か7切りますかね。4とかもありなんですかこれ。いや、サブロー層があるんで、さすがにさすがにこれは2か7でしょう。なんか余計なこと考えてますかこの人。ほらほらほら。これ4、こう見ましょう。455で1つと2、あ、なるほど、分かりやすい。7992で両冠にするか頭にするかですね。で、頭これ13のカンちゃんがある、両冠がある形ですよね。もうあっちでき取れるって言ったんですよ。あ、914と。ウーソージャン島の13のカンちゃんがある形で。まあそうですね、両冠にも見えますけど。カンパソみたいなやつですよね。まあありますね。まあ、ただまあ455で両面なんで。2切ったらいいんじゃないですか。これ2か7切ればいいですね。これどうしたんでしょうね、この人。おっと、キムさん、実は宇宙マージャンが苦手か。いや、なんかね、多分面白いこと、絶対これ面白いこと考えてますよ、なんか。今どこ見てたの。遅すぎですね、これ。早く。フリーズしましたよ。あれ、これ。ちょっと止まっちゃったかな。ちょっと運営さんに叩いてきてほしいですね、これで。これ遅すぎですね。何があってんだろう。ピコピコ。何か面白いことを、いや絶対ね、何か面白いことを考えたはずなんですよ。ただここからどう。さすがにと。あ、テンパイ。テンパった。サブローピン。ピーチピーフ。一番頭でテンパりましたね。ドラドラ。ドラーカ。ピーチピーフドラーカです。はい。さあ、ドラ表示牌の3万一発でいけるか。行くと思います。いますね。うん、あると思いますみたいな感じで言いましたね。なんかややこしい。なんだこれは。白が頭で、白が頭の、うん？ここはシャアを切って、シャアかパーピンを切ってイシャンテンですかね。形上シャアは孤立祭ですが、行きました。お、のできて、これで普通のイシャンテンになりました。ハク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 。これはウーピンを切ると広いやつですが、ギャンピン。11123みたいな感じですよね。あの白発しもそうですね。ただその先がないので、むしろなんだろう、77789みたいな感じですかね。あ、確かに。ウーピン、はい。これなんだろう。インペーコンのインシャンテン。吉田のこの手は辛そうですね、なかなか。もう一枚の白が来ないと相当きついですね。あ、うん、これは11か88を切ってますかね。ダイヤオレ、タンヤオで緩急層もあります。あ、テンパイ、ハクと E1 のシャンポン待ち。待ち悪。待ち悪いっすねこれ。え、でもハクあと1枚いますよ。まあこのハクは絶対。あ、両面になりました。あ、ちゃんたですよ。ちゃんた。ちゃんた。あ、ハク頭だからピンフにはならないですが、ちゃんたですね。あ、まあ出ました。リーチ一発ちゃんた。リーチ一発ちゃんた。ドラの吸盤が乗ります。8000点。すごいすごいチャンタを見た。もともとハクとイーマンでチャンタで初なんですね。あ、そうか、チャンタだったんですね。街、うん、が良くなってってやつですね。そうですね。すごいオーラス。さあ、オーラスです。親水木ドラはチュン。キムさんの報酬率がもうエキシビションになった瞬間。80% ぐらいあるんじゃないですか、報酬率。
全然足らないさあ、ミミキはこれ、簡易層、簡易層、気づいてますか。あ、気づいた。孤立祭は E ピンだけですね、これ E ピンと U1 が孤立祭ですね。お、ちゃんたっぽいいや、多分ちゃんたを意識してチーソー切ったんだと思います。日本ちゃんとのリアンシャンテンでした。ごめん、続いて見ますね。リアンシャンテン、ちゃんたいいシャンテン。緩急ピンと、あ、緩急ピンと。さあ、ここはメンツ選択。うん、これは孤立の難を切っていいか迷ってますよね。うん、簡易ワンか簡易層外すか外しました。ああいうのってあれですよね、なんか色の違う7の孤立牌の7とペンちゃんの選択みたいな感じですよね。まあそうですね。伝わってます。はい、伝わってます。父さん伝わりました。もうカンちゃんですからね。うん、なんか考えてます。9万9万チー、あ、9万をチーでチーして、チーして、あ、これでイースーマンと初のイーシャンテン、そうですね、とイーピンと、あ、これでチャンタも、あ、これでイーピン重ねればチャンタ高めちゃ、高め、イーマンだけ上がれるやつですね。の一メンツできた。ここが、もう普通の人がいましたね。吉田元成さん。いや、これわかんない。すべてが不安そうですね。ん、これでちゃんたに、あ、ちゃんた確定ができそうなので。リャンワンか発を切るか。おお、なるほど。めっちゃ似合う。これちゃんと確定のノベタンができるんじゃないですか。あ、違うか、ノベタンにはならないか。ちゃんと確定のリャンメン2パチ、吉田リーチピンフ高め3色6球は普通の人、綺麗な普通の手の人がいますね。最後に、それが最後ってちょっとなんか嫌だな。あ、役なしテンパった。え、ちゃんたが、ちゃんたが、ちゃんたですね。リャンワンを切るとあれ、リャン、いや、きっとリャンメンリャンメンの本一ですね。リャンメンリャンメンのリャンメンリャンメンの本一ですよ、きっと。一応ちゃんたのテンパイでしたが、リャンパスをテンパイでしたけど、フリテンっすね。あ、フリテンなんですね。なるほど、あ、なるほど。ああ、もうスライド。めっちゃかめっちゃか。難しいから連続系切りましたね。放棄。放棄しました。あ、高め積もった。リーチピンフツも3色。裏ドラ空想は伸びません。拍手が起こってます。わかりやすいって。2000、4000の積も上がりです。さあ、トップは松島でした。エキシビジョンマッチ終了です。これ悲しいですよね、なんかね、これあ、宇宙マージャン、宇宙1、あ、宇宙1の方いい、すごかったですね。綺麗な手ですね。はい、それでは皆様に聞いていただきたいと思います。キムプロ、いかがでしたか。ちょっとね、モモヤンが強すぎましたね。結構なんか面白いことをしようと、ちょっともう全曲本一行ってみようと思ったんですけど、なんかね、いつも染めてました。ちょっとね、モモヤンがちょっと達者っすね。強い。もうペイを積もってもう困ってました。絶対パニクったらもうよくわかんなくなっちゃって、もう3分ぐらい考えてる、ね、もうアホがバレて辛い。今思い返すと、あ、
大体勝負つもすればよかったんだけど、大体全部上がれるなって思ってたんですけど、4枚目のペイはなんか、そうですね。すいません、すいません。もう私、宇宙麻雀簡単だと思ってたんですよ、今まで。もう二度と言いません、そういうこと。めっちゃ難しい。結局、何ペイ初待ちだったんですか？トンとシャアはやっぱ上がれないんですか？シャアは上がれる。シャアは上がります。トンは上がれ、トン落ちで、そう、トンが上がれないっぽいってなって、じゃあ全部じゃないのかなってなって、大混乱。確かに。トン上がれました。トンシャアペイ発かなって思ったんですけど、僕は。そう、トンからじゃあ一個ずつ確かめればいいんだって思ったの。よくわかんなかった。一個ずつ確かめようと思って、トンで止まったんですよ。トン上がれなくねってなって。そしたらペイ引いてきて。頑張って並び替えちゃう。すいませんでした。いっぱい止めて。いやいやいや。でも私が1位です。私が王者です。参りました。参った。だいたい1人で上がってたよね。そうですね。あれ2人上がりましたかね。僕は上がってないです。なんか上がってなさそうですね。上がってなさそう。でも記憶にない。ゼクスどうでしたか。すいません、寝たまんで最後まで寝てたやん。寝てまして、無理に獅子が本当に起きませんでした。悲しい。宇宙麻雀もね、なんかあんまり宇宙っぽくなかったです、うん、ちょっと、うん、もうちょっとなんかいろいろやりようがあったかなと、ちょっと後で反省しようと思います。水素の高め三色とかね、うん、普通のね、普通の麻雀でございました。普通の名品三色。そう。はい、以上です。吉田プロ。そうですね、いや、松島プロが強かったですね。でも一回ハクとイーマンのシャンポンをこうダマにして両面に振り替わってリーチで、あれね、五枚使いのシャンポンだったんですよ。うん、連続三面ちゃんじゃないんですね。そうなんですよ。5枚使いのシャンポンって史上初じゃないですか、あれ。ハクと今の。ハクと今の。ハクハクハクちゃん。見せ場あれぐらいでした。で、今なんかいい街かなって一瞬思ったけど、ハクハクちゃん最初のしかないから。そうだね。いや、やっぱでも最後、綺麗でしたね。これめっちゃ面白いですね。ハイパイ良かったですね。いかにも金風になりそうで、三色になり、三色を見えてる。急案じゃなくて良かったですね。確かに。最後綺麗に ね。良かったです。はい、ありがとうございました。さあ、小林プロ、今日いかがでしたでしょうか。はい、そうですね。久しぶりに宇宙マージャンやっていて、やっぱり難しいですね。僕もまだまだだなと。思いました。さっきの松島さんの町は後で検証してみたいと。やっぱトン上がれないと思うんですよね、うち。トンで、トン確認してて、そう、トンで詰まったから、うん、多分上がれなかった。ナンシャーペイ初です。ありがとうございます。多分違ったら。はい、下石プロいかがでしたか、今日。今日2回目の解説。そうですね、楽しかったです。いや、もう先輩方のね、尊敬できるところも見えましたし。どこ具体的には。カンチーマンのね、カンチーマンの3色とかね、今これね、宇宙ね。歯切れ悪い。なんかでもたまにね、宇宙麻雀とかやるとね、結構ね、頭体操になって、頭のいいっすよね。はい、ありがとうございました。他に告知などある方いらっしゃいますか。あ、来週天保明治戦の配布検討をやります。15日の火曜日ですね。やります。RMU の中川翔プロと2人で、もう不安でしょうがないですがやりますんで。ぜひ見てください。その3日後が、その3日後には天保明治戦、次回、次の節がありますんでよろしくお願いします。はい、その時の解説。あ、はい、天保の雄星さんと一緒に解説します。それまでに多分7段に落ちてると思うんですけど、その時の私が。でもなんか頑張るので見てください。よろしくお願いします。はいはいはい、他にはございます。あ、あ
私、いいですかね。どうぞ。明日、19時から、やじけんの勉強会形式の放送をやるんですけど、僕が一曲だけなんか早めに出るらしいんで、ぜひぜひ見てください。すごい。すいません。現実ですね。現実ですね。明日ですよ。はい、うん、明日ぜひご覧ください。うん、はい。はい、それでは本日の放送は終了となります。最後までご視聴いただいた皆様ありがとうございました。この後アンケートがございますので、はい、皆様のご回答をお待ちしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、次回のマースターリーグシーズン7第11節の放送は9月17日木曜日を予定しています。それでは皆さん、おやすみなさい。おやすみなさい。